こんばんは、ワドです。今日は、2017年10月の25です。よろしくお願いします。おととい、リスワンありがとうございました。おかげさまでリスワンいただいて、運営さんからリスワングランプリありがとうございます。みのみさん久々に取れました。あれなんだね、リスワンのクッションって先月だけだったんだね。先月だけ取れなかったのにさ、ちょっと悔しいよね。1万円しかもらえなかったね。ちょっと残念ですね。皆さんありがとうございます。応援すごい嬉しかったです。クッションもらえると思ってたらもらえなかったわ、今月は。残念です。リスワンもなかなか取りづらくなってきたよね。前はさ、ちゃんと純粋にリスワン、閲覧数で計算してたんだけど、その仮想の生主だけとか、ビギナーだけとか始めちゃったから、ちょっとそこに関してはね、運営さんにね、どうなのっていうのはあるんだよね。俺の中ではリスナー数ナンバーワンを決める大会じゃないのっていうね。え、新人王決定戦とか女性限定決定戦になったら趣旨がずれてるんじゃないかなとか思うんだけど。ドルさん曰く初コメがないと取りにくいとか。初コメ？リスワン？初コメ？何のことだろう。ドルさんリスワン取ったのは1回しかないはずなんだよね。ドルさん1回しかないよ。初コメって何だろう。今日取った取ってないね、ドルさん。多分今日取って、あ、今日取ったか、今日取ったか、あ、今日取ったね。ドルさん取ってるね。多分うなちゃんとコラボでしょ、今日は。うなちゃんマンの票を取ったんだろうね。それは取れるわな。シャンマンとね、ドルさんのコラボは意外と早く実現したかな。俺もうちょっと無理かなと思ったけど、なかなか熱かったよな。昨日見れなかったけどね。新規というか初見というのがコメントあるというより、いや、コメント関係ない、全く。新規のリスナーをどれだけ取れるかっていう戦いだから、要はね、閲覧数だけで戦うんですよ、リスワンは。コメント関係ないよ。新規閲覧だね。新規の閲覧をどれだけ稼ぐか。要は釣りタイトルとかコラボが有効なんだよね。あ、ちょっと間違えてるね、ドルさんは。ヤナラッキー、こんばんは。寝てないの？見てる方もきつかった。あ、そう、失敗したんだ。微妙だったってこと。
ウナが気を使ってるのがリスナーにも伝わって。ああ、いや、気を使ったんじゃなくて、ちゃんま意外とビビリだから。わ かる？そこだと思うよ。なんか警戒心があったんじゃないの？気を使ったんじゃなくて。てか誰がブッキングしたんだろうね。そこが気になるよね。よくポンプ入れるとかロックオンとか言いますが、どういう意味なんですか？今更すいません。あ、じゃあロックオンやるね。おい、あのラッキーてめえよ。ああ、なんだてめえ俺によ。おい、あのラッキーっていうやつよ。なんだてめえこの野郎。おい、言ってみろよ。何が今更すいませんで、おい、あのラッキーてめえ。おめえロックオンだこの野郎。おい、言いたいこと言ってみろよこの野郎。なんだよてめえ突っかかってきてよ。おい、おめえこの野郎。これが録音。要はこうやって一人のリスナーさんに対してコメントが流れてるのに、要は集中攻撃。要はロックオンだよ、そのまま。OK。わかった。やられるとわかるでしょ。これが俗に言うロックオンってやつね。わ かる。いや、標準をこう合わせるって意味なんだけど、こいつを殺すぞって。これロックオン。で、ポンプっていうのは 例えば、ドレさんが自分、ドレさんと俺の放送やってて、ドレさんがワドのことをそろっと話したと。そしたら、ワド、ドレさんがディスってるぞとか、要はマッチポンプっていうか、要はこう、戦わせよう、戦わせようってリスナーさんが、ポンプ、要はなんつうの、空気を入れるっていうの。やれやれって。わかる？時々流れてくるでしょ。その誰々が和道のことディスってるぞって。あれがリスナーさんの技で、ポンプって技。空気を入れる。お疲れ様です。あ、風船10個ありがとね。お疲れっす。いらっしゃい。ゆっくりしていって、話を膨らませるって伝えるって意味だと思ってた。いや、ポンプはだから伝書鳩と同じ使い方かな。おい、匠さんはどつ。いや、二度寝したよ。もうすげえ寝た。疲れたね。いや、もうね、無理だわ。無理。疲れた、本当に。24時間寝たもんだよ。さすがに徹夜が応えるよね。だん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 無理になってきたね。おい、ぬらりひょんはどっつ。よへ、お疲れ。和道さんってお金借りたことありますか？業者から。ありますよ。若い頃。あります。伝書鳩っていうのは単純に、さっきのポンプっていうのは、要は言ってもいないことを喧嘩させるのが目的だから、要はディスってなくてもディスってるぞっていうのがポンプ。いや、事実無根のことを言っていいの。
で、伝書バトっていうのは、いや今からドレさんにこう言っといて、俺放送中だから今言えねえ、うなちゃんがよくやるでしょ。おい言っとけよこの野郎、おいおい和道に言っとけよお前雑魚が、てめえすまん、てめえはよ今年消える生主だってチャンマンから言ってたって言っとけよっていうのが伝書バト。いや見てない、コラボしたのだけ知ってる、見てない、わかりる。伝書バトっていうのはそのまま伝えるの、手紙を運ぶ人だから。ソーラの人はどつ、闇金ありますよ、闇金はあるよ。あー風船100個ありがとう、はい、コボチでいらっしゃい。似てる、うん、アイラも似てるんだよ。アイラのシャンマンはちょっと俺はそのなんつうのノリノリの時のシャンマンが得意なんだけど、アイラはね通常運転のうなちゃんマンそっくりなの。お金借りようかな、どこからやめた方がいいと思うよ。お金は借りるんじゃなくて、あの自分で稼ぎな。うさぎさんどうも、先日はありがとうございました。今日行政書士に、あーいいじゃん、債務整理のことでしょ、任意整理の依頼し、カードはその場でハサミを入れた。あーいいじゃんいいじゃん、よかったじゃん。それがいいよ。債務整理って言うんだけど、任意整理、多分債務整理のことだと思うんだけど、あの自己破産の一歩手前、要は借金を減らすっていうか自己破産手前の処理だね。今回ウナのラブレター、どれの枠で酔っ払ってコメントした、あそうなんだ、へえ。あちゃんまもね優しいところあるからね。初見さんいらっしゃい、楽しんでてね。
債務整理だよね。具体的に金額を提示され、元本が全く減らない数字を見て目が覚めました。無理だよ。だってクレジットカード会社はそれで儲けてんの。目が覚めた。ウェイクアップしたウェイクアップ。うなのこびこびにはさすがに笑った。シャンマンはでもなんだろう、昔からそのスタイルだからな、これは。え、目なんか見てないけどわかるよ、どういうコラボになったのかって。多分なんだけど、ドレさんがどっしり構えてタメ子で、でちゃんまんがちょっと接待気味になって、でだからちゃんまんは結構その自分の知識出すんだけど、ドレさんがバッサリ切るっていう感じになると思うよ。いや違うでしょみたいな、いやあれはさこうなんだよって、でドレ正論みたいな流れになるんでしょ。多分ね相性が悪いと思う、ドレさんとちゃんまんのコラボは。なんか多分なんだけど、ドレさんがちゃんまんの扱い方を分かってない気がする。だからキャラ潰しちゃうんだよドレさんが。あでしょ、合ってるでしょ。なんか多分ね、そのなんか変なリスナーさんとのコラボみたいになっちゃうんだよ。だから面白くは ならないよ。ちゃんまんが、うん、いやでもああみたいないやだけど、ああそうだよなみたいな出鼻くじいちゃうんだよ多分。なんでかっていうと、そのドレさんは知識とか頭のいい人だから乗っかるっていうことをやらないのね。だからキャラが潰れちゃう。便所さんのツイートで金梅さんやっぱり累犯で起訴もありえるとか。そうなんだ。弁護士が変わってそういう流れになったんだよ。なんで便所さん大阪にいるのにその情報持ってんだろうね。でもね、あんまりね配信者の言うことって当てにしない方がいいよ。みんな適当だから自分が言うのもなんなんだけど、配信者の言うことをまともに捉えたらダメ。全員が適当だから、まず情報元が適当なのよ。全員適当なこと言って適当な風に情報がどん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 流れるから、もうね真実なんかないんだよ。ネットやっててよくわかった。正しいことを伝えようとかそんなの無理どんどん伝言ゲームだと思った方がいいよ。ドレさんはコラボすると相手の配信者の良さ潰すきます。いや違うんだよ、あのねリスナーキスだから、あのねコラボでまだ力発揮できないんだよドレさんは。ドレさんピンの放送は面白いんだけど、キャラ潰しっていうかね、そのやっぱり芸人ではないから、あの人は対談向きなんだよ。俺ドレさんとコラボする時は絶対その対談に持ってこうとするの。普通の話の方が面白いんだよあの人。だからね、そのなんだろう、煽るタイプの人とか苦手なんだよね。だから配信者とのコラボで面白くはならない、そういうタイプの、うん。それはスタイルの問題だから。だから簡単に言うと、ちゃんまんのリスナーが求めてることを やらない、できない。ドレさんのリスナーが喜ぶだけなの。ちゃんまんとコラボできてよかったなっていう。俺がちゃんまんとコラボするときは徹底的によいしょ係に回るの。その、いやすごいっすねって、もっと聞かせてくださいよってやって、バン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 投下していくのが面白い。俺はもうちゃんまんと関わるときはそういう役に徹するね。マジっすかって言って、いや分かってねえなお前よつって、だからダメなんだよって言って、ってすごいなってやると、どん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 行くから。だからまあキャラが合ってない、噛み合ってないガンガン行った方がいいよ。リッカさんいらっしゃい、元気だよ。
疲れたけどね、昨日リスワンで長時間やったから。今寝起き。一回そののんちゃんが天ぷら残り物のナスとピーマン、俺が野菜炒めに使った時のやつが残ってたから、それを天ぷらにしてくれて、で唐揚げ鶏天作ろうと思ったらしいんだけど、唐揚げがいいっつったら唐揚げ作ってくれて、でそば湯で食べて、でその後また寝て、もうずっと寝てたね。リスワンおめでとう、ありがとうございます。ポンポンありがとう、パフェありがとう。そう、シャンマンがノリノリになった方が面白い。シャンマンが動画化されてるのはいつも乗ってる時だから。ドレさんはね、あのローギアで話すのが得意な人だから、で意外とその人脈大事にするっていうか、なんだろう、そういうタイプだからね。つながろうとしたんでしょ多分。どれって根本的なアホさ加減わかると面白いやつだよな。いやどうだろうな、どれさんの面白さって IQ は高いけれども病気だっていうところが面白いところだと思ってるの。IQ はね低くないんだよ、 IQ は高いの、 IQ は高いんだけど根本的な話になってくると統合失調症が出てくるの。どん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 なんかその IQ が高いくせに妄想が入ってくるから話に、そうね、なんか異常性が面白いっていうか、そう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 、だからアホではないんだよね、アホじゃなくて妄想が、妄想と現実なのかわからないっていうか、本人も気づいてないから、で本人は自分のことやばくないと思ってんの、でも旗から見ると結構な病気なのよ。そう、まさにそれでしょ。だけど本人はそこに気づいてないんだよ。俺は病気じゃないって言い張ってるから。でもいろんなその病気の人見てきたけど、明らかに糖質なんだよ。で俺ドレさんにも言ったんだけど、プライベートで話してる時に、あのドレさんみたいな中年男のタイプが、あの根詰めると自殺して急に死ぬタイプだから、ちょっと最近のドレさん、あの調子悪い時は俺は心配だって言ったけどね。あの死にたい死にたいとか言ってるやつは死なないんだけど、ドレさんみたいなタイプが急に飛び降りたり急に首つったりするタイプだから、へこむと、あのタイプはちょっと危ない。そう、へこむと誰にも相談できないタイプだから、知識量すごいし経験もすごいよドレさんは。特にその格闘技系のやっぱ長く生きてて精通してるだけあって、あのヒクソン・グレイシーと船木さんの試合ってドレさんがマッチメイクしたんだよね。あれマッチメイクとは違うんだけど、依頼があって、で通訳ができるから、あのヒクソン・グレイシーと船木さんの試合のそのルールの交渉とかをやってたのドレさんなんだよ。完璧主義っていうかね、完璧主義者ではなくて、あの人はなんつうんだろう、あの生活のライフスタイル見てると分かるんだけど、かっちりして自分を追い込まないと不安なタイプの、だから毎日トレーニング行かないと逆に調子悪くなるっていうか、なんとなく分かる、脅迫観念的にやるタイプの、こう強くなければならないっていう、だからルーティーンが好きなの、毎日決まった時間に放送する、毎週何曜日はリアトツの日とか、こなすのが好きなタイプなんだよね。だ時間帯もブレないでしょ、なかなか。トレーニングも多分毎日決まった時間にいて、決まったね分数やって次のジムっていうタイプだから。太郎がワドは頑張ってるの褒めてたぞ。俺ね、あの便所太郎さんね、実はすげえ好きっていうかね、あの便所さん本人にもこの前話したんだけど、結構ね自分が10年後なってたい層っていうか、例えば人脈とか実績とかやり方とか、結構ね俺が憧れてるスタイルなんだよ。多分7個上なのかな、多分幼少期のトラウマだと思う。そう、俺もそう思う。だけどそこをよく使ってるけどね、それはディスではなくて、あのドレさんの魅力だと思ってる。だから本当のこと言うと配信者に向いてないタイプだと思う。あの人はねテレビとかやってた方が良かったんだけど、ね、テレビでねコメンテーターとか、もし何かの歯車が違ったらできたタイプなんだよね。あのねアスペではないドレさんは。
じゃなくて脅迫観念的にやってる感じ。親のしつけは厳しくないと思うよ。あのね、要はね、あの要は昔のねイケイケなんだよ。要はそのなんつうんだろう、親父の世代の陽キャっていう感じはするよ。要は六本木に住んでるとかさ、横浜生まれで六本木に住んでてって、要はね結構そのチャラい部分があるんだよ、うん、親のしつけが厳しかったタイプではないと思う。遊び、昔のあれだよね、遊び人だよね、うん、いじめられたともちょっと違うと思うよ。あのね、俺知ってるんだよ、実は格闘技始めた理由は聞いてんの。ドレさん、なんで50になってそんな格闘技やってんの。で、実を言うと、それドレさんの放送でも話してるんだけど、間違ってたらごめんね、それドレさんにちゃんとあのまた聞きだから、間違ディティールが間違ってる可能性があるんだけど、精神的には弱いから肉体で補填しようとしてるんでしょ。だから鮫島さん見たらわかるけど、心が強かったら体鍛える必要ないんだよ、うん、闇討ちして刺せばいいんだから鮫島さんの心は強いぞ、鍛える必要一切ないからね、うん、刺せばいいって言うとあのそれはまあ置いといて、あの32歳ぐらいの時にまあまあ体はでかかったんだって、格闘技はやってたからっていう。ただその本格的にやってたわけじゃないんだって、鍛える程度っていうか。でその時にあのヒョロヒョロの関東連合の若い子にボコボコにされたんだって、冬打ちで。でそれがすごい悔しくて、あのなんつうんだろう、なんつうんだろう、手も足も出なかったんだって、そっからだって言ってたね。だからトラウマから来てるって言ってたよ、うん、いや格闘技には自信あったけど手も足も出なかったっていう。しかもヒョロヒョロの、要は喧嘩慣れしてるタイプにやられたっつって、それが悔しかったって言ってた。だからいじめとは違うんでしょ、自信があった分野でその鼻折られて、素人にそれで、いや、あの鍛え直したんでしょ、まあ、トラウマっちゃトラウマかもしれないけど、それが続けてる原因らしいよ。プライドは高いだろうね。まあそれは俺も一緒だけど、俺はタイプが違うけど。便所さん頑張ってるって褒めてた。何を頑張ってんだろう。俺便所さんなんだろうね、頑張ってる。何も頑張ってないけど、頑張るのはあんまり好きじゃないけどな。あんまり頑張ってる、頑張るとか努力するとかあんま好きな言葉じゃないんだよな俺。なんかそんな簡単なことじゃないと思って。コウスケどうした、つらい、ちょっと電話しよう一コメント目がつらいってなんだよ。医師のお疲れ、どうした、ちょっと電話してみようか。捨て頃に対して一生懸命っていうのは、うん、別にそんな考えてないよ。一緒に電話してみようか。医師の何してんだろう。あれ検索結果、あ、また LINE 消したろお前。消してないよ。医師の出てこないよ。医師の消してどうすん。じゃあ医師の定期的に LINE 消すよ。お前 LINE 消したろ。え、医師のないよ。いやこいつね、定期的に減らって LINE 消す癖があるんだよ。医師の、医師の LINE 消したろお前。でないもん、ほら検索結果に。 LINE 消したろお前。何が辛いの、どうしたの。54にもなっていまだに格闘技続けてるのはカルマ以外にないと思うんだ。いやだからそうでしょ、うん、でもプロになりたいんでしょやっぱり、うん、だからロッキーでしょ。俺はロッキーだと思ってるから、リアルロッキーだよ。 LINE 俺のプロフィール欄にあるから申請してきな。一緒のやってるじゃない。
配信やってるじゃん、これ偽物ってこと？配信中じゃん。つらい。配信しながらでもこいつロムるよ。うん、どれに必要なのは柔軟性かな、まだ少し高いと。いや、無理よ。俺もそうだし、立花さんさ、配信者は変わらないところもいいところなんだよ。もうで、だし人格固まってるから、性格はなかなか変えらんないよ。で、柔軟性があるといいところを失うんだよ。いいところも悪いところもね、表裏一体だから、完璧な人間なんていない。どうだろう、どうなんだろう。まあ、別にそんなに不器用だと思わないけど、不器用で言ったら俺の方が不器用だろ、悪い意味で。別にそのドルさんのその毎日通ってるところとかジムとかいいように転化させてると思ってるから、周りから見たらさ、同い年から見たらその54にもなって何やってんのって言われるかもしれないけど、まあ、あのマンション兄さんマッサージについて行ってしまいました。まだそんな生活してんのかお前は。お前もう30超えて何やってんだよ。俺も俺だけど、俺もお前だけど、お前も大概だぞ。旅に出るんじゃなかったのよ。風俗なんか行くなよ、酒もやめろ。またリスナーに飽きられなきゃいいけど、1年後にはいるかな。俺は今の閲覧はバブルだと思ってるけどね。ドレさんのもう俺の予想だととっくにダメになってるはずなんだけど、まあ俺より実力あるんじゃない、閲覧キープしてるから。閲覧に関しては向こうの方が今結果出してるからね。でもあんま配信者としてはもう魅力はない。俺は一人の友人としてあれしてるだけで、もうファンではないから。もうなんかただの普通の配信者になっちゃって、普通の大手見てる感じだよね。あんまりなんかその面白い配信者だとは思ってない。魅力はない。イエスマンズが花火師しか必要ないでしょ、それはドレさんが言ってるでしょ。稼ぐためにやってんだこっちはっていうスタイルでしょ。
今井さんすごいよね。もう1週間以上牢屋の中に入ってんのにさ、それでも160万稼いでんのか。天狗になりすぎた。いやもうそれはだいぶ前からだよ。捨て頃後からひどいな。捨て頃前からもひどかったけど、まあだから数字だから、そのコンプレックスでしょ。要は結果を出したやつが強いんだ、俺はすげえっていうタイプなのよ。だからその花火とか閲覧とかの数字にそのにこだわるタイプだよ。今井さん半端じゃないよ。取れなくなった時は多分もう字が崩壊すると俺は思ってるね。まあでももう人生残り短いわけだから、ドルさんは最後の一花って言ってたよ。年齢的にだってもう何かにトライする年齢じゃないじゃん。だからね、人生最後に一発当たったって感じでしょ。まあ、本人がよく言ってるけど、宝くじに当たったようなもんだよっていうのは正しいと思うよ。病んでるでしょ。俺出会った時から病んでる。いやー、雇われないでしょ多分。148万、そんな言ってる？マンスリー。ちょっと見てみようか。金前さん、いや、148万じゃない。これで大体110万ぐらいだね、太郎さん。この数字イコールお金ではないから。下手したらね、これ100万ぐらいかもしんない。ふわっちはなんだかんだ2年目に入ったばっかりだからね。1周年が終わって。これで100万ぐらい。弁蔵さんは。あ、弁蔵さん。うん、金梅さんか。金梅さんはこれで100ぐらいだ、ね、手取りは。そうそうそう。これ、円ではないから。なほら、無料アイテムとかのアイテムポイントも加算されてるから。うん、ギターは弾くと閲覧減るからあれだけど、雑談するけど、ちょっとギター触らせて。音は出さないから。マンスリー1位が全くゲスない。どんなのか見に行ったけど。マンスリーどんな感じなんだ今。
あ、だからイケメン系でしょ。桃奈々が2位なんだ、すげえな。配信者に支給される額ではないよ、マンスリーポイントは。だからそっから7割ぐらい減ると思った方がいい。インドに行きたいの、なんで。将来的に店っていうか、いやいやいや、あの、もともと店やってたし、会社経営もやってたんだよ、立花さん俺で。逆でそういうのが嫌になって、ある程度稼げてたんだけど、その会社がその上場するとか、そういう、なんつうんだろう、うまく経営する自信がなかったの、向いてないって思ってて。ででも自分で、その、なんつうんだろう、自分でやる能力は高いと思ってたから、だったら自由業を選ぼうと思って、個人事業主で。で、まあ、やっぱりチヤホヤされたり有名になりたかったから。だからそれで、今がやりたいことできてる感じかな。で、今これからどうしようかなって、次のステップ行きたいなと思ってて。だからちょっと低迷してるっていうか、気持ちの部分で。俺は今何やりたいんだろう、次っていう。一個夢は叶えたから。あ、過疎の人に何言われても全然構わないですよ、僕は。あの、なんでかっていうと、僕のことを知ってる人はたくさんいるんですけど、僕が知ってる人以外に言われても、僕からしたらただの客だと思ってるんで。過疎生主にああだこうだ言われても、俺別に知り合いでもないし、好きに言わせていいっすよ。マッシュポッツさんはどつ、俺からしたら何の関係もない人なんで。好きに言わせてください。うちのリスナーさんも相手にしないです、そんなの。閲覧が欲しかったんじゃないの。聞く聞く、カメオかな、これサバアカになっちゃったの。だってさ、俺からしたらさ、知らない人はもうハロウィンなんか何もしねえよなんかすんの、カオス。ハロウィンとか何もしないよ俺。何もしない。メガホン10個、あ、メガホン5個ありがとう、マジカルさん。渋谷行くの？一緒に行く？でも俺カオスと普通に絡みたいんだけどね。バドさんはブロックしても解除してくれる優しさがあるからね。それは優しさではないよ別に。コスプレで歩いてもいいっていうか、別に俺平日にコスプレで歩く勇気あるもん。そういう大衆的なノリ嫌いだもん、うん、みんながやってるからやれるっていうのは俺は嘘だと思って、フェイクだと思ってるから、うん、俺はいつでもコスプレできるから、うん、ね、絡みたいよ。
でも俺はそのブロックされる側に関しては俺はほら配信者の意見しか言えないから、なんかブロックされたからって逆恨みしても意味ないと思うよ。普段だと警察、カオス分かってねえな。俺がハロウィンの日にコスプレで渋谷歩いてごらん。絶対通報されるよ。うん。俺は、俺の放送何回見てんだよ。俺は普通に何もしてない日で普通に何かやっても通報されるわ。うん。そう、ブロックには理由があるんだよ。カピ。カピって女の子知らない。どうも思わない。そう、俺はもう、じゃあ、疫病神が取り付いてるから。俺に普通なんかないね。和道アンチだと国外でも通報されそうだ。いや、無理だろうね、多分。福の神、いや、収入がすごかったのは2ヶ月前までだな。正直言うとね、太い人がね、2人いなくなってるんだよ。2人か3人ぐらいいなくなってて、もうやばいよ。2人か3人いなくなってる。で、もしこの2人が生き残って花火投げ続けてくれたら、俺とっくに100万超えてる。うん。10万以上。俺に入る額だは10万だから、毎月20万ぐらい投げててくれてた人がいなくなったから、2、3人。だからギリギリ生きてるって感じだね。今いるリスナーさんのおかげでギリギリ生きてるって感じ。なんで引退ごっこの時、いや、理由は考えても意味ないよ。だから俺は鮫島さんと結ヶさんが全く同じことを俺にアドバイスして、これ配信者だから覚えておかないといけないことなんだけど、おい、ワドって、二人とも全く同じこと言うの。おい、ワドって、お前さ、って今いるリスナーが一生お前のこと面倒見ると思うって。結ヶさんも鮫島さんも全く同じこと俺に言った。お前、今いるリスナーさんが、お前のこと一生金振り込み続けると本気で思ってんの？って。いや、思わないっすね。って。そう。俺らは、そういう存在だからっていう。だから、いい時もあんの。いい時もある。ただ、そう、正直言うともう1万人単位でリスナーさんいるわけでしょ。だから、一人一人のことをね、何があったとかわかんないよ。いつ嫌いになるか。それは、ニコ生の時もあったよ。太い人が離れるっていうのは。だから、なんて言うんだろう。俺らは今見てくれてる人を大事にするしかできないし、新しく来てくれた人を、大事にすることしかできないんだよ。去っていった人間を追いかけることなんかできない。そう、水物なんだよ。そう。たかしさんいらっしゃい。風船ありがとう。だから、理由なんかわかんないよね。何か嫌いになったか、もしくはね、貧乏になったか、その人が。もしくは死んだかとか。その辺は分かんないもん。分かんない。誰が誰と被ってるか、俺は知らん。こんばんは、キーさん。それは俺らには分かんない。俺らはブレずにやり続けるんだよ。
人体模型、あの行きつけのこのソファー買ったところで、これ2000円で買ったの。人体模型これ多分新品で買ったら30万ぐらいするよ。これだってあのちゃんとしたあの生体とかの骨格標本だからすげえリアルなんだよ。あの普通のあのなんつうのおもちゃ的なやつじゃなくて骨格標本なの。ちゃんとしたこれ4000円だったっけな、スケさんで。これ多分その新品で買ったら40万ぐらいする。3、40万。ソファー2000円だよ。俺買い物めちゃめちゃうまいの。だから生活保護だったから金なかったから安いでしょ。これヤフオクで転売したら金になりそうだなとも思ったし、家に骸骨ってかっこいいじゃん。ちゃんとした骨格標本だから超リアルだよ。足の指まで超リアルだよ。ほらいいでしょ、リアル。全部の関節バラバラになるし、かっこいいけど。いや、のんちゃんにめっちゃ怒られたよ。また和藤さんなんか買ってるっつっていらないでしょって。確かにいらねえなと思ったけど肉付けしたらマネキン出来上がりね。じゃあ映画に使えるかなと思ったんだよね。映画とか店やるときとかに、なんかこう看板とかにしたらかっこいいなとか。まあ店もやってないし映画も撮ってないから何とも言えないんだけど。そうそう、服とかかけたりとか。今カツラかぶせてあるかな。帽子かけにもなる。そうそう、帽子かぶせてある。好きなんだよね、こういうのが。お店は欲しいだろうね。あ、だからいいなと思って。店もやろうと思ってるから、あの配信が落ち着いたら、ある程度まで行ったら。だから今度は物販やりたいかな。友達スケさん買い付けが大変だよな。物販は難しいよ。それこそネットに全部出店した方が安く済むし儲かるし。だから今やりたいの配信者のスタジオやりたいね。今やりたいものだったら配信のスタジオセット、レンタルスタジオみたいなのやりたい。儲からなくていいから維持できる感じで。腰バッグ、腰にいつもつけてるやつ、俺が。あれはあのパンクアイテムだから多分無理だと思う。あのね、ジムズインっていうやつなんだけど、バムフラップっていうの。あれは腰当てじゃなくて本当はケツ当てって呼ばれるもんで。今見せようか。ちょっと待ってね。Google 行くでしょ。俺は、ケツ当てってもともと俺ら呼んでたんだけど、バムフラップっていうのね。バムフラップで、簡単に言うとパンクスたちがファッションで使ってて、自分たちの服が汚れないためにケツに布を当ててたのが始まりなの。こういうやつでしょ。いろんなデザインがあるの。だからバムフラップで検索して、バムフラップ、これパンクアイテム、いろんなデザインがあるから。俺のはこういうタイプだけどね。ケツ当てっていうので、俺はこういう風に横につけてる。バムフラップね。で、まあ定番なのがこういうチェックの柄。パンクアイテムだよ。そうそう。パンクが流行った時期は知ってるでしょ。で、これがポケットついてるから、普通ポケット入れないんだけどもの。俺はステッカー入れて売ってる。バムフラッグじゃなくてフラップ。
バムフラップとかケツ当てって、ケツ当て多分出てくるよ。まあ今つけてる人いないよね。売ってない、まずパンクショップじゃないと。ネットでは売ってるだろうけど、バムフラップつけてんの俺ぐらいでしょ。こんないろんなデザインあるから、まあおしゃれアイテムだよバムフラップは。かっこいいのいっぱいあるよ。要はケツ地面とかに座った時に女の子がつけるとこんな感じ、バムフラップ。パンクスだね。はい、いらっしゃい鶴子さん、バカありがとう。バムフラップ、うん、バカありがとうね。バカ10個ありがとう手羽先さん。ベンジョ太郎さんのベルト知ってる？ベンジョ太郎さんめちゃめちゃおしゃれで、いつもエスニックファッションダボダボしたあのパンツ履いてんだけど、ベンジョ太郎さんおしゃれすごいんだよ。で、あの俺のさ、このカバンあるじゃん、これをめちゃめちゃ批判されたの最初は。もうダサいと、ランドセルみてえだと、もうわらわらだったの、わらわらだったんだけど、ある時からいきなりかっこいいって言い始めたの、リスナーさんが。和道さん赤カバン見せてください、かっこいいですよねって言い始めて、何が原因だろうって思ったら、ベンジョ太郎さんが和道が使ってるカバンすげえ良かったって褒めてくれたの。いや和道おしゃれだよっつって、でそのベンジョ太郎さんが、いや和道のカバンちょっとメーカー知りたいわ、おしゃれだったわって言ってくれたら、リスナーの発言が変わったの。ベンジョさんおしゃれだよ。だからさ、その普段俺がどんな格好で歩いてるかってさ、俺さ、ベンジョ太郎さんに写真撮られて笑ったんだけど、本当に赤黒白なんだよね目立つよな俺さ、ベンジョさんにさ、ツイッターで写真リツイートした時自分で笑ったもんね。見事に赤と黒と白しかないっていうさ、だんだん個性が極まってきたよな。目立つ、すぐわかるよね。あ、この寄り目知ってる、この寄り目知ってるぞって。俺はなんだろう、うん、パンク好きだけどね、初期パンとかね、ヒカルくんとワードなんだけど、そう、ベンジョさん写真撮るのすげえ上手くてさ、この写真良かったね、すごい。いやもう赤と黒と、で今もう靴はさ、スニーカーは俺オールスターが一番好きだから、真っ黒のオールスター欲しいんだよね。お、謎女いらっしゃい、アイテムありがとう、バカもありがとう。バムフラップはジムズインのバムフラップで、これでしょ、リスナーさんが言ったの。これリバーシブルで、後ろは本革なの、これ俺が使ってんで、後ろは布の、布リバーシブルなのね。でも両方とも黒だね。ここにステッカー入れて、リスナーさんがくださいって言ったらすぐ出せるように、この中に名刺入れ入ってて、この中に全部ステッカー入れてる。でこういう風に足のサイズ 26.5 か7だね、靴による。オールスター重いけどデザインが好きよ、シンプルでいい。重いよ、だから機能性で言ったらニューバランスとかには勝てないけど、俺は好きだよオールスター、シンプルで。本当は靴はオールデンとか履きたいんだけど、革靴履きたいんだけど高いから。のんちゃんは、T シャツはね、何だったっけな、のんちゃんなんか高い T シャツ着てるよ、 2,3 万の、なんだっけ、なんだっけ、のんちゃん T シャツ、ヒステリックグラマーか、ニルバーナはグランジロックだね。ニルバーナは全然違うじゃん、ボロボロのジーパンにその上着着るって感じ。だからニルバーナとかヒッピーに近い、パンクではない全然。
刑務所出たらすぐに配信できますよ、はい、刑務所出たら配信はできます。制限はないから一般人です。そうそう、ヒステリックグラマーよく来てる、ね、カートコバは本当はパンクやりたかったらしい。おー、そうなんだ。まあ音楽的にはパンクの影響を受けてるかもしれないね。高いよね。いやもう高くても物持ちがいいブランドとかあるから、俺は服は素材だと思ってる。ヒステリックグラマー、私のイメージはモコモコ系の可愛い感じだったからちょっと意外。ヒステリックグラマーじゃない、ヒステリーグラマーの。クリームソーダとか可愛いけどね、 T シャツ。クリームソーダとかなんだっけ、ピンクドラゴン。クリームソーダ知ってる？クリームソーダ、先輩がクリームソーダの T シャツばっかり着てて可愛いの多いよね、うん、知ってる？これ結構かっこいい T シャツ多いよ。だからもうなんか柄があんまり好きじゃなくなってきたから、これとかかっこいいね。もう無地の T シャツしか着ない。今日ねちょっとね、あの気が変わって白い T シャツ無地の買おうかなとか思って、ちょっと着てみようかなとか思った。グラムロックとパンクロックの融合がグランジなんだ。カートコバーンね、リフがかっこいいよ。懐かしいよ。バッドフィーリング、いや弾けない。リフ弾いたらすぐ減る、うん、リコリコさんいらっしゃい。ギター前よりかなり上手くなってると思うよ。なんだかんだ初期から比べると普通に今弾けてるからね、ローコードだったら。そうだけど、もうなんか和道がギターを持ったらブラウザバックっていうなんかお決まりみたいになってる。千駄ヶ谷に白 T シャツだけしか置いていけない専門店がある。へえ。音楽別に好きじゃねえかな。うん、普通だよ。なんか俺は音楽より人の方が好きだね。なんか気づいたんだ、ある日。あ、俺音楽が好きなんじゃなくて変人が好きなんだってことに。変人が作るものが好きなんだよね。だからミュージシャンが面白かっただけで、それでミュージシャンに何なんだろうこの人たちっていうか。今別に音楽にこだわりないもんね。誰が作ってるかっていうか、うん、地球が終わってほしい。地球を巻き込まないでくれない？
君のエゴで君のわがままで地球が滅んだら困るから、あの地球を巻き込まないでください。あれコーヒーどこやった、これか。減らってんのかな。ねえねえ、あのさ、この前もギターで話したんだけど、あの残酷な天使のテーゼって曲わかる？みんな。エヴァンゲリオンの主題歌の残酷な天使のテーゼって曲があるんですよ。なんか携帯電話ある、そっち。俺のあれのコード進行が神がかってかっこいいね。ありがとう。俺気づいた、超かっこいい残酷な天使のテーゼのコード、マジでゾクゾクするぐらいかっこよかった。ビビるよ。いや弾いてみたの、この前残酷な天使のテーゼを。そしたらすっげえかっこよかった。あれ売れたのがよくわかるわ。アニソンなんだけど、アニソン普通にかっこいいよね。そのコード進行もすごいんだ。最後のてっててれてれがすごかった。佐野のやつは逃げた、何の話。あんま放送中だったんだ今。そのコード進行だけ紹介してもいい？ダメ？残酷な天使のテーゼ。
すっげえかっこいいから。いい。いい。そのさ、最初の頃は普通なの。ザー。残酷な天使のように少年よ神話になれじゃん。だからそんなに普通なんだけど、その終わりがすごいかっこよくて、ちょっと待ってね、終わり弾くわ。ここがかっこいいの。いくよ。走る熱いパトスで思い出をうなぎるなら、この空を抱いてか、ここね、少年よ、ここね、神話になれって、ここかっこよくない？チャチャチャラチャっとね、神話になれって、ここやばくない？チャチャチャラチャラって、ここやばくない？こう、 うまく聞けないんだけど、チャチャチャラチャラってやばくない？これ神話になれって、ここ、俺がすごいもう好きなの。神話になれ、ここグって来ないですか？来ない？みんな、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ、神話になれ、わかるでしょ？わかんねえかな。俺ここに昨日ゾクゾクしてた、一人で。え、わかんねえかな、このジャン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 。アンインストールって誰の曲？わかんねえか、わかんねえか、伝わんなかったか。ここすごいかっこいいの。間奏の転調かっこいい。間奏ファイヤーファイヤーってとこでしょ。ちょっとそこやってみようか。間奏の転調やってみようか。ちょっと待ってね。初見さんいらっしゃい。ちょっと、じゃあ、感想を弾いてみます。ほとばしる熱いパトスで思い出をうなぎるなら、この空を抱いて輝く少年の神話になれ。かっこいいね。はるちゃんいらっしゃい。2番の転調でしょ、多分2番の転調だと思う。もんちゃん寝てるっつうか、まあ、いつも寝てるね。うん、あるでしょ、ここのフレーズっていうか。そうそうそう、2番が転調してるね。うん、かっこいいな。じゃんじゃんたたたた
僕らのは俺は漫画が最高傑作だと思ってて、あのアニメはダメ。もう話聞いてたらストーリーめちゃくちゃ、ストーリーがめっちゃくちゃ、どうしたらそういう風になったのっていう怒りしか覚えなかった。見てないんだけどもうダメ。漫画はもう最高傑作。僕らのは曲の話か。僕らの漫画はね、読んだ方がいいよ。何とも言えない気持ちになるよ。なんか哲学書読んでる気分だよ。いたたまれなくなる、すごく。主人公たちのその背負わされたものとか、不遇な感じとか。あれは悲しかったな。あれはでも実際起こったことだからね。日本人の神風特攻隊の話なんだよ、簡単に言うと。俺はそういう風に解釈してる。もうこれ完全にモデル神風だなって。バッドエンド好きなんだろうな、多分。バッドエンドなのかな、あれ。ハッピーエンドなのかな。バッドエンド系の話が好きなんだよね。バッドエンド、なんかこう不条理に立ち向かって不条理で終わる話が好きだね。ハッピーエンドで終わるのかなっていう後に最後バットで終わるって感じのが好きなんで。要は映画ってさ、どこを切り取るかじゃん。でハッピーなところもあればバットなところもあるわけじゃん。でなんか人生そううまくいかないよっていう感じの、なんかその恵まれない感じが好きなんだよね。幸せになったのは束の間で一瞬でパッてこう展開するような話が好きで、ド M なのかな。その中になんかささやかな希望を見出す系の話が好きなんだよね。エンジェルピーツは見てないかな。最終兵器彼女は読みたいの、いいらしいよね。最終兵器彼女いいらしいよね。犬屋敷は一巻っていうか一話だけちょろっと見たけど、あの人の世界観好きで、ガンツとかの。だから俺ガンツは批判的なんだけど、今ね5巻まではすごかったの、俺ガンツに対する。もう信者化してて、これはすごいの出てきたなと思って、本当に良かった5巻までは。主人公が途中で死ぬのがすごい好きで、だからもうヴァンパイア出たあたりからもう限界だったな。
俺あの世界観のままパッと終わってほしかったもん。途中でやめちゃったんだ。犬屋敷は面白い。あの人は天才だろうね。ただね、引っ張って5巻まですごい良かったよね。要はね、ガンツが何なのか分かんなくて俺は良かったと思ってんの。ガンツが何なのかの方に持ってったりとか引っ張ろうとしたじゃん。多分その作者の意図ではないと思うんだけど、ヴァンパイア出てダメになったな。なんかその作品ってさ、作者の心情とかすごい投影されるものじゃん、やっぱりもろだからね。やっぱりね、その乗ってる時とかってわかるもん、読んでて。漫画家として今俺は乗ってる。配信者にもあると思うんだけど、そういうの。千手観音良かったよね。綺麗に終わらせるって難しいんだよ。俺古谷実はそれすごい上手いと思ってる。古谷実はあの3、4巻で1個のことまとめ、ベルセルクは4巻から3巻だっけな、4巻だと思うんだよ。要は少年編が始まってから、要は鷹の段編はもう最高傑作だと思うね。すっげえ面白くない？あれね、絶対シナリオライターが途中で介入してるんだよね。シナリオ三浦さん書いてないと思う。あれ明らかに作風変わったので、元に戻っちゃったの。あれはね、うまいゴーストライターいたと思うよ。あの時に絶対もう三浦さん、最初の頃グダグダなんだよ。最初の頃の世界観も良かったんだけど、 1,2,3 巻ぐらいだけどね、シナリオ書くの下手なんだよ。だけど途中で急激になんか上手くなるので、また元に戻っちゃうの、16巻あたりから。どうだろうね。もう俺はベルセルクは画力がもうかっこいいと思ってて、とにかく画力だと思ってて、でストーリーがハマってたのはやっぱ13巻までだね。 3巻だか4巻だか忘れたけど、少年編が始まって、でそっから急に良くなった。鷹の段良かったよね。鷹の段ピークだよね。もうこっから巻き返せないと思うよ。はるちゃん風船100個ありがとう。うん、特にあのグリフィスと雪の中でグリフィスとガッツが向き合うシーンはすごい良かったね。そう、脱退する時の。小次郎さんバーガーありがとう。あとあのドラゴン殺しの下りはすげえ良かったな。五島のさ倉庫で新しい剣叩いてもらって、でこれは最高の剣だっつって渡して、で一撃で折れるじゃん、バキーンっつって、でその後倉庫にバクラーンって吹っ飛んで、あって気づいて、でいきなり倉庫がぶっ壊れながら敵がボーンって吹っ飛んで、その時のセリフが、あるじゃねえかよ五道っつって、俺向きのやつがっていう、あの五道のその後の五道がかっこいいのね。それを際立たせるシーン、そのシーンかっこいいんで、バカン出てきてガッツがドラゴン殺し持って、あるじゃねえか俺向きのやつがってニヤって笑った時の、その後の五道のセリフがいいの。そのシーンを全部映えさせる、振り折ったんかそいつをっていう、そこが良かった。振り寄ったんかそいつを、あたまんない。あ、名前がいいよね、ドラゴン殺し。剣の名前がもう最高にかっこいい、シンプルで。ドラゴン殺し、あドラゴン殺しだよ、超かっこよくない？ドラゴン殺しだよ。いやー、たまんないよ。あ、別れてたんだ最初。アジンは3巻ぐらい読んだけど、これうまくいきそうだなと思ったけど、まだそう読んでないかな。ジューム見てないな。ドラえもんってどうして読んだ後に泣けるんだろう。それはノスタルジックだよ。要はオールウェイズと一緒だよ。
要はね、俺らの子供の頃の記憶は結びついちゃってんの。要はトリガーになってんの、完全に。そう。だからね、その、俺らの少年時代のフックになるんだよ。ドラえもんは。ドラえもんクレヨンしんちゃんとか。そういうのがあるんだと思うよ。トリガー、一個の。なんかよく言うんだけど、実は人の感情の中で泣かせるっていうのは一番簡単な手法なの。涙を誘うっていうのは。もうテンプレートがあるのよ。だからね、泣かせる作品イコールいい作品ではないんだよね。俺は秘密大好きなの。稲中卓球部僕らのっていう、その金字塔を作ってギャグの。で、そっからの結婚して作風変わるんだよ。そこで、その秘密っていう、その、なんていう、サイコパスホラーみたいなのを確立して、で、もうずっと引っ張られんの、秘密以降は。秘密は良かったんだけど、そっからダメなのよ。で、最近いいのがサルチネスなんだよね。もう最高に良かった。今度愛に転化したんだよね。ギャグ、サイコパスホラーみたいに言って、今度ヒューマンドラマの方に今作ってて。古谷実は本当の天才だと思う。うん。サルチネス読んだ？黒沢さん。めちゃくちゃいいっすよ。サルチネスでまたパチンって変わった。一個抜けた頭が。こんな天才見たことない。要は、もうなんつうんだろう。三つのジャンル極めるっていうか、その、なんだろう。すごい、あの人は。作家として本当に尊敬してるかな、古谷実先生は。サルチネスやばいっすよ。要はね、また秘密系かって思うんだけど、違うなっていうのが序盤にもう出てんの。要はね、生主みたいなやつが出てくんの。生主っていうかもう、気違いが出てくんのよ。30何歳のニートの冴えないおっさんが出てくんだけど、もう超面白いの。なんかもう、要はぶっ飛んじゃってて、要はもう、友達も一人もいなくて、なんか自問自答して、統合失調症なんだよ。で、その、なんか哲学的なことばっかり考えてんだけど、そいつの唯一のつながりが、学校の、小学校の先生をやってる妹なの。愛ちゃんって言うんだけど。で、愛ちゃんが幸せになってほしいって、もう愛ちゃんだけなの。その主人公はもう、気違いで、近所でも言う、田舎に住んでんだけど。で、ある日、悟りを開くの、そいつが、なんか、悶々としてて、パンはなぜパンなんだろうとか、毎日考えてて、なんか、ブツ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 言ってて、でいきなり気候に走ってるの。だけど、なんで愛ちゃんは結婚しないんだ、俺は愛ちゃんのために生きてると、親に捨てられてたから。要は愛ちゃんは俺が守るみたいな病気なのね。で、愛ちゃん美人で学校の先生でめちゃめちゃ性格も良くて、で、なんで結婚しないんだ、もう愛ちゃんは27だぞみたいなこと言ってたら、ある日気がつくの。はっって おじいちゃんから言われるの。お前のせいだって言われて、はっってなって、主人公がうわーっつって走って、俺のせいで愛ちゃんは結婚できないんだってなって。要は愛ちゃんのこと自分が守ってると思ってた統合失調症のバカ兄貴が、ある日とあることで おじいちゃんの一言でお前のせいだっていう。で、もう完璧に悟っちゃうの。俺がいるから愛ちゃんは幸せになれないんだってなって、で、ずっと引きこもりつく、もう近所を徘徊してた、その35歳だかの、要はもう生主みてえな頭おかしいやつが、急に家出をするの。もうストーリーがもう超面白くて。で、家出をして、で、東京に来るんだよ。で、そっからがもうすごいの。要はもう、仲間たちっていう、仲間っていうかなんか、急に部下を作っていくんだけど、そいつは。なんか、ホームレスを仲間に引き入れたりとか、なんかもう展開がすごいの。で、最後にたどり着く結末みたいな、その、もう4巻ぐらいだけど、すごいよ、もう泣ける。愛ちゃんと車の中で語り合うシーンとか、すげえ泣ける。うん。俺にとって天才漫画家といえば梅津和夫もすごいね。伊藤潤二わかんないかな。いや、梅津和夫は本当の天才わかる。うん、古谷実は稲中卓球部が有名。もう要はギャグ漫画界の金字塔だよ。うん、で、その楽しいつうか、もうなんつうんだろう。辰彦って言うんだけど、辰彦だったっけな、何だったっけ、ちょっと待って、サルチネスは辰彦だったと思うんだけど、サルチネス。サルチネスは、今まで秘密が一番好きだったんだけど、もう全然違う。サルチネス超いいよ。
ちょっと待ってね。主人公はね、主人公中丸武彦だ。武彦31歳。で、愛ちゃんが28歳だ。で、もう超泣けるの。親に捨てられて、その愛ちゃんが小学生の時にプリン食べたいって言って、その武彦は、プリンを盗むんだよ。その、スーパーで。そういう話とかめちゃめちゃ泣けんの。分かったでしょ？そう。で、サルチネスは特にもうすごい。なんか、愛ちゃんの愛と、その武彦の愛がぶつかり合う。もう本当の家族愛みたいな。もうで、もう、画風も面白いし、武彦の、その、なんつうの、世界観がすごいんだよ。もう本当に。武彦の世界観がマジですごい。ギャグ漫画なんだけどね、基本的には。あとそのなんかサイコパスみたいな変なデブがいて、で田舎にその豚を飼ってるんだけど豚を屠殺するっていう話があるんだけど、それも面白いよなんかその豚を屠殺、要は飼ってた可愛がってたペットを屠殺するって家族がいて、そんなことさせないっつって、その武彦たちがみんなでそのペットの豚をなんとかしようみたいな、そいつの正義感に駆られてその田舎に行くんだけど、実はそのデブ、そのペットを殺したくない理由は循環してたのずっとで家族が心配になってその豚を殺さないといけないっていう話なんだけど、家族は知ってたんだよね。そう、本人はバレてないと思ってるんだけど、あ、だいたい全員4巻ぐらいだね。長くて6巻ぐらい。その古谷実さんは、もう超最高だよ本当に。なんか幸せなサイコパスを描き始めたんだよね。これがそのシーンかな。これがそのシーンで、世界一、いや宇宙一愛ちゃんの幸せを願ってるこの俺が、現時点で宇宙一愛ちゃんを不幸にしているというのか。これがそのシーンで、さっき解説したシーンで、世界一、いや宇宙一愛ちゃんの幸せを願っているこの俺が、現時点で宇宙一愛ちゃんを不幸にしているというのかって、このグヌヌっていう顔これが主人公なんだけど、もう最高だよね顔が効いてるんだよね、マジ。いや笑うよね。ホラーは難しいかんな、漫画で描くのね。梅津和夫は本当に怖いかんな。梅津和夫の美少女、あの人女の子を可愛く描くのすげえ得意なんだけど、崩すんだよね。面白いぞ。ああ、それ知らないな。僕らのサルチネスもおすすめすんだけど、僕らのもすごいよ。コボちゃんたくさんありがとね。花火ありがとう。コボちゃんありがとう。花火3発ありがとうございます。頑張ります。おやすみなさい。
いやなんかさ、昨日さ、カズ軍曹がさ、あのなんか和道になんか変なタイトルの枠つけてるぞっつって連絡したらね、カズ軍曹と縁切ることになったわ俺。ちょっとショックだったんだよね。なんかカズ軍曹になんかリスナーが騒いでたからなんかメール送ったのね。なんかあったのっつって、でそしたら、いやなんかお前詐欺したの本当なのとか言って、知らなかったわとか言って、いや本当だよって隠してないよっつって、でそしたらもう縁切るわっつって、あ分かったわっつって、今までありがとうっつって、うん、なんかその俺が前科があるのを知らなかったらしいよ、うん、でもう連絡も取らないし関わらねえわっつって、いやでも結構ショックだったかな、うん、まあしょうがねえやな。うん、でなんかすごい誹謗中傷したらしくて俺のこと放送で、どうなんだろうね、うん、本来だとまあまあそれで付き合わないっていうのは別にいいんだけど、あのなんか勘違いをしてるのがさ、その罰を与えていいのは、罰を与えていいのは法的にその決められた期間だけなんだけどね。いやだからまあ、いやまあしょうがないなと思って、うん、しょうがねえなと思って、いや別に色をつけたとかじゃなくて、カズ軍曹から送られてきたのは本当なのっつったら、いや本当だよって、うん、でお疲れ様はどうしましたって来たから、いやリスナーが騒いでたから何かと思って何かあったっつったら、和道さんが詐欺してたの知らなかったんですよっつって、ほうって、それでね俺はもう絡めないって言っただけの話、なるほどって、事実ですか、聞いた話なんで確証はないですって、で事実だよって、隠してないよっつって、600万詐欺したんですよ、そうだよって、だとしたら俺は金輪際、和道さんとは絡めないってだけの話ですっつって、了解って言って、で以上です、何か質問ありますかっつって、いやないよって、 OK って、で分かりましたありがとうございましたって、うん、正義の味方っていうか、そのなんて言うんだろうな、そのうーん、罪を償った人、罪と罰の概念を分かってる人っているのかなっていうのはその思うかな。なんで人を刑務所に入れるのか、なんで死刑にするのかとかをよく分かってない人なんだよな。よく分かってない人っていうか、そういう人がいるっていうね。経緯は話さない、聞かれたら話すよ、経緯とか聞かれたんだけど、俺は自分の人生に言い訳したくないのよ。だから俺が前科があって付き合えないっていうのは受け入れようと思って、それが俺が罪を償うことだって自分に縛ってるから。でカズ軍曹のこと嫌いじゃないし別に、ただカズがそのそれで俺のこと嫌いだって言うんだったら、もう縁切るって言うんだったらもうしょうがねえなと思って、うん、おやすみはるさん、うん、しょうがないよねそれは、俺は本気でそう思ってるよ。それは受け入れてる。うん、ああ、俺は女が浮気したら自分を責めるけどね。俺はね。自分に魅力がなかったからだって考える。いやまあまあまあ、まあ、しょうがないでしょ、自分がやっちゃったことは事実だから。女の人に浮気はないっていうのが俺の考え方だから、女は本気なんだよ全部。男は浮気はあると思ってるけど、女は浮気しないんだよ、本気なんだよ、だから立ちが悪い。
いや、これから伸びてね、配信者として伸びると思ってたから、まあ残念っちゃ残念だけどね、俺としては。30枚割ったの、すげえな。窓ガラス割ったことはないかな。そうそう、なんで枠を取る権利があるんだろうっていうかさ、うん、なんでその人を中傷する権利があるんだろうっていう、その生主として自覚足りねえんじゃないかなっていう。まあまあ、過ちを犯したのは過ちを犯したんだけど、過ちを犯したのはほら事実なわけじゃん。おおにぎり泥棒いらっしゃい。おにぎり泥棒こそ泥いらっしゃい。そうですよ、前科3犯ですよ、おにぎり泥棒さんいらっしゃい。うん、盗んだおにぎりの味を教えてもらいたいな。はい、いらっしゃい。いや、多くないでしょ、みんな知ってるでしょ。
いや知らない、どう思ってるかは知らない、向こうの枠は見てないから俺は。トツさんいらっしゃい。そうだね、感謝だね、うん、俺いつも言ってるけど他人と過去は変えられないから、うん、ただ自分と未来は変えられるからさ。前科者多かったところないでしょ、前科者だらけでしょだったらゆいがさんとも縁切らないのかな、どうなんだろうね、うん、そこはまあ詰められるんじゃないの、そこは詰められるんでしょ。お前配信中なんだから自分の枠に集中しろよ。座談会見逃したんだ。 YouTube にアップしないとね、忘れてた。なんで詐欺する人って感じが見た目いい人が多いんですか。え、見たことある、オレオレ詐欺の犯人とか見たことあんの、知ってんの、ユミさん見た目がいい人が多いの。アメさんこんばんは、お邪魔します。はい、そうだよ、大手配信者なんか前科者だらけだから自分がちょっと詐欺されたこともある。おー、見た目が良かったんだ。あー、 TS を見たいと思わせることは、あー、なるほど、面白い配信者の条件か。おお、なるほど。キャッチミーイフユーキャンは面白い映画だった。有名な映画だよね。ペコちゃんはどつ。和道が取る態度と他前科ある生主との態度を見るもの、うん、なんか俺前科やった配信者が前科を語らない人多いじゃん、あれはなんか微妙だけどな、うん、なんか自分の過去やったことを否定するのはどうなんだろうっていうか、そんな面白い話はネタにしないといけないんじゃないかなと思うけど、生主やるならね。リスナーが一番気になるところはそこなんじゃないのって。なかったことにするやつはあんまり好きじゃ、過去起こったことをなかったことにするっていうのはどうなんだろうっていう、それは今の自分を否定する行為だと思うけど。クリーンで行きたいって、クリーンでやりたかったら生主なんか選ぶなよっていうクリーンでやっていきたいってなんだよっていう、そう思わね、うん、クリーンなやつがいるって思ってるのは俺は微妙なことだと思ってるから。ああ、俺アキラッパが炎上したのよくわかんないんだけど、どういう風になったの、何がめくれたの。悔い改まってる人ほど自虐ネタをして犯罪を犯したことを枠で言ったりする。いや、だからそのやらないための抑止力で話した方がいいと思うんだけど、あとこういう犯罪の手口があるっていうことをペラった方が、赤裸々に語った方が抑止になると思ってる。てか反省してんのっていうね、よく見せたいから話さないんでしょ、反省してないじゃんただその前科者を叩くのはどうなのっていうのはあるけどね、お前に何の関係があるんだっていう、その罪を償った人を叩くのはただの誹謗中傷だと思ってて、でしょ。罪を償った人をさらに罰を与えるっていうのは
その権利がなぜあるのかっていう。タヌキでめくられたんだ。俺それ書いたのミュウツーだと思うけどね。親の職場まで特定したんだ。いや俺ね、多分ねそれねリークだと思うよ。アキラッパのことを知ってる人の。俺のアンチがどうのこうのとかじゃないよ。アキラ、要はねミュウツーが自分で書いてこんなこと書かれてるぞって言って広めただけでしょ。ザクラおやすみ。自作自演にしか思えないんだよね。だからまあ忘れられる権利とかってよく言うじゃん。やっぱり考えるよね。まあそうだろうね。俺の悪口を言って閲覧稼ぐやつは。でもそこに何の意味があるのか俺は分かんないけどね。別にやってもいいけど。そこに何のその意味があるのかはよく分からないかな。誰かが得をするのかっていう。無視？何？何が無視なの？風船ありがとう。何無視って。あのさ、コメント拾われないことをひがむのやめた方がいいよ。うん。その流れてるわけだし、今250人いるわけだから、うん、その俺だって見逃し、あの1対250っていうのをちょっと考えて。でその俺だって全なんつうの無視するつもりないし、意図的に無視することもあるけど、うん、風船ありがとう。何の件？何無視って。自分のコメントが読まれなかったことをさ、その配信者に詰めんのやめようよ。俺は結構コメント読む方だと思うぜ。トークの流れとかもあるわけだから。そんなにコメントを俺に拾ってほしいんだったらさ、米ビューでも入れて自分で米ビュー立ち上げて自分のコメントをコンピューターに読ませてもらってればいいじゃん。読んでくれるぜコンピューターは。どうしても読んでほしいコメントにアイテムを添える。まあアイテムって本来そういう使い方もあるよね。有効的な使い方だよね。あ、ワドツって言ったんだ。はい、こんばんは。ちゃちゃいらっしゃい。そうね、でもね、その途中話が盛り上がってる時に自分の話題を読んでもらいたいっていうのはちょっと困るんだよね、俺も。あの、それはあれだよ。たまちゃんのことを言ってるわけじゃなくて別の人なんだけど、今この話題で盛り上がってる時に自分がコメントした方がいいのかっていうかさ、それ楽しんでる人を邪魔して、その挨拶を優先させるべきなのかっていうのはちょっと難しいところだよね。そうそう、かまってちゃんはそのだったら生主やった方がいいと思う。俺は自分より高い年収の人は全員高収入だと思います。自分が基準にしてる。全部俺よりも年収高い人は高収入、俺よりも年収低い人は低収入っていう、それが俺の基準かな。世間一般とかあんまりよくわかんねえわ。世間のルールは世間のルール、俺のルールは俺のルール。
俺より高いかどうかだね。そう、挨拶ばかりで話がさ進まなくなったらさ閲覧が減るから、俺はこれで飯食ってるわけだからさ、連投はダメだね、うん、そう、コメントはタイミングだよ、うん、コメントはタイミング、うん、だから挨拶だけで全部終わっちゃうぜ。200人に挨拶されてみ、困っちゃうよ。まあ基本的なコミュニケーションだわな、うん、なんかさ、みんなはさ、その俺に対して1対1の感覚だから、みんなはね、だから挨拶したのに読んでくれないっていう感覚かもしれないけど、俺からしたらだよ、ステージの上に立ってて200人とかがいるんだよ、260人のステージの中にステージがいて、会場に260人ので、途中から入ってきたから、おはようって言って、今トークライブ中なのにそれを返さないといけないっていうのが無理があると思ってる。例えば一回話題が静まって、おいっす今来たよとか言ったら、はい、いらっしゃいみたいなのはできるけど、うん、うん、そうそうそう、その今何人見てるのかっていうのをもうちょっと考えてほしい。1対1で話してるわけじゃないっていうか、コロコロさんの放送一回も見たことないですね。なんか有名らしいよね、すごい力ある人だっていうけど、俺は一回見たことない。でね、その260人がずっと入れ替わってんだよ、今この瞬間も。出たり入ったり出たり入ったりしてるから、うん、和道はいつだってオリジナル愛してるぜ。俺も愛してるよ、ララハートありがとう、どういう風に楽しむかはリスナーさんに任せるけど、別にそこはいいんじゃない、どういう風に見てもらっても。お疲れペニー、お疲れっす。ちょっとあれだね、ペニー深酒やめた方がいいかもね。ペニー酒が深くなると目が座る、少しにした方がいいよ。普段ニコニコ話してるペニーがいいよ。ペニーね、やっぱりね、元サブ中だからさ、なんだ、フラッシュバックだっけ、目が座る、やっぱり酒深く入ると 2,3 倍にした方がいいと思った。うん、やっぱ程よくね飲んだ方がいいよ。ニコニコしてるペニーが好きだよ俺は。アイテムたくさんありがとうねペニー。ペニーなんだよ、最近花火くんないじゃん、昔いっぱいくれたのに。どうしたの、昔めちゃめちゃ花火くれたのに。ペニー財団だったのにな。
竹入った状態が砂なんじゃなくて、砂状態は普通にシラフの時でしょ。ただそのやっぱり薬物やってたりとかしてた人って酒飲むと分かるんだよ。俺だからその本人がカミングアウトしてない人でも、あ、この人シャブ中だとか元シャブ中だって分かるよ、酒入ると、うん、そっちのモードに入るんだよね。グッて引き込まれるんだよ。いや、思い出すんだよ本能が。バット入ったり 目で分かるんだよ、目が座るんだよ。そう、酔い方が違うんだよね普通の人と。シャマン力あるし面白いよ。ハートありがとう。シャマンすごいよ。いやいや謝んないで別に、風船ありがとう。好きだから見に来てくれるわけだから。そっち系は白、白っつうかもうなんだろう、シャブがずっと決まってるような状態だから、シラフでもチャンマンの場合は酒飲んでる時が平常運転だから、チャンマンの場合、うん、逆に飲んでない時がよく分かんないから、うん、だから飲んでる時間の方が長すぎるんでしょ。起きてる時間は飲んでるんでしょ。俺、チャンマンがなんかソフトドリンク飲んでるの見たことないもんね。ずっと淡麗飲んでんだから。だからずーっと酔っ払ってんでしょ。ずーっと酔っ払ってんだよ、もう数十年。すげえよな、そう考えると。水代わりにビール飲むってすげえな。そう、ずっと決まってる状態をキープしてる。そうそうそう。最近二階堂の水割りなんだ。ありがとう、ハートありがとう。なんか俺思うんだけど、たまにさ、もう和道さんのリスナーやめますって宣言する人いるじゃん。プライベートでも電話とか LINE とかそのかけてくる人いるの。もう和道さんの枠見ません、やめます私リスナー。じゃあさ、お前さ、劇団四季のライオンキング見てる時にさ、急に席を立ち上がって、もう見るのやめます、劇団四季にはもう来ません、裏切られました、さよならって言うか。警察だよ警察。映画見てて席立ち上がって、裏切られた、もう来ない、そうですかってなるだよね、うん、びっくりするよね本当に。花火投げる待ってろよ。いや俺ね、もう花火投げるか投げないとかコメントで言うことじゃないと思ってんすよ、タラさん。投げるって言って投げない人もいるし、何も言わず投げてくれる人もいるし、投げたか投げてないかだと思ってんの。でコメントで花火投げるっていうの信用できないですね。僕は結果が全てがでだと思ってるんだよ。結果が全てだよね。やめます宣言は何の意味があるんだろうね、うん、風船しか投げないの鉄も、花火も投げてよ。ララさん花火ありがとう、 Thank you、 ありがとう。生配信見れるの嬉しい、うん、よくわかんねえよな。なんかその投げてくれって感じだよね、うん、待ってろよってそのコメントでその気持ちをつっても意味ねえかんな。淡々と投げてくれる人が俺は好きだよ、うん、淡々と投げない人は投げないっていうのよく分かってるから俺は。そう、行動だよ行動、言葉よりも行動だよ。
未然に切ってくれてる人がいるんだぜ俺に。花火投げるから待ってろよ5年ぐらい。だから待たねえっつってんの。5年も待たねえっつの、うん、今だよ今。5年後に俺が生きてると思うのよ5年後に俺が配信やってるかどうかなんかわかんねえんだから、今しか帰らんねえんだよ。25日の携帯の支払いがわかんないあ、それ以降に投げるってこと。今日25だね。いいよ、太郎さんが投げたい時にガンガン投げて、今投げるわっつって、だから待っててとかいいよ。そう、そもそもふわっちが5年先持つかわかんない。確かに。ああ、よく見るよね、捨て台詞ね。なんかそのリスナーは多分ね、その自分がすごい影響を持ってると思ってるんだよ。勘違いなんだよ。あのリスナーが1減ったところで何のダメージもないでしょだってリスナーさんからしたら、今280人いてもう来ねえわ、お前最低だな、じゃあなっつってもう来んな来んなって感じだもんね、うん、やめちまえお前リスナーって感じでしょ、うん、逆に誰が求めてんだよっていう。そう、いろんな配信者が言う言葉、何年ロムっとけの意味が分かるようになった。ああ、まあ俺は言わないけど、それは。ロムっとけとは言わないけど、コメントはありがたいから。ただ、あの、なんつうんだろうな。その、もう見ませんはよく分かんないよね。あ、そう。なんで俺にそれを言いたいんだろうっていうか。うん。見なきゃいいじゃんっていう。愛してるよ。俺も愛してるよ、ララ。ハートありがとう。そう、まあね、ボンビーガールなので花火投げるのは無理です、ごめんなさい。いや無理なんじゃないよ、俺に投げてないだけな。貧乏なやつでも投げてる人はいる。貧乏でも投げてる人いるよ。すっげー貧乏なのに俺に2万ぐらい給料日におごるリスナーとかいたもん。今配信やってるけどすげー貧乏なの。手取り12万とか11万とかなんだけど、もう俺に会いたいっつって俺の店に 1,2 万落としていく人とかいたよ。いいんだよって、俺はもうこれしか楽しみねえからっつって、和道が笑顔なのが俺の幸せだよっつって、うん、まあアンチになったけど。トマベチヒデトさんについての評論聞きたい。あ、いや一時期ハマってたよ、本何冊か読んだし。なんか友達からあのセミナーの200万する DVD とかコピーしてもらったりとかしてすげえハマったんだけど、そもそもハマったきっかけが、なんだろう、博士の異常な定談っていうのを見て、あ、面白い人だなと思って本を買ってみようと思って、本何冊ぐらい読んだ、10冊ぐらい読んだけど、あのね、仏教論に関しては、あの、なんだろう、元ネタがわかるようになっちゃったの、だんだん本を読んでると。今ね、鳥羽道秀人さんがオリジナルで言ってることじゃないことなんだっていうのがだんだん分かってきて、鳥羽道秀人さんすごい読書家なのよ。ですごい知識量があるけど、あの人自分がこうだって言ってるように 思わせて言ってるから、あ、だからなんかちょっとはったりくせえなみたいな、うん、だからそのなんだろう、この人からこの言葉を持ってきた、この理論を持ってきたっていうのがすごい引用が多くて、で引用元を話さないのは俺は卑怯だって思ってて、鳥羽道秀人って財閥ね、財閥の御曹司ね、うん、花火一発投げるわごめんね、いやいや、だからそれを言わなくていいっつうの、うん、だから それを言って気持ちを引こうとしてるのよ、太郎さんは心理的に。いや俺に構ってよって、フラットにやりたいから、投げるときは投げてくれ、うん、投げないときは投げなくていいよ、うん、みんなにはみんなの生活がある。自己啓発もパクリというから、そのまま、もともとルータイスさんからそのノウハウもらった人だからね。あ、でもそのなんだろう、面白い話もいっぱいあるよ。コンフォートゾーンとかホメオスタシスとか、うん、ただその前にね、なんとか TV なんだっけあれ、キーホール TV どうなんだって話だよね。あの Mac のユーザーは知ってると思うんだけど、文章系のことえりってわかる？
文字入力ツールにことえりっていうのが入ってるんだけど、それを開発した人なんだよね。オウムの洗脳解いたって言ってるけど解けてないからね。うん、まあまあだからセミナー業の人でしょ、うん、俺もキャリア決済上限達して投げられないって言ってドレさんに怒られたことある。あ、でもね、俺が一番ショックなのはここですげえコメント書いてくれるのに、ここですげえコメント書いてくれてんのに他枠で花火爆投げしてる人を見るとちょっとへこむかな。あ、理論はだからちゃんと正しい理論なんだよ。うん、コンフォートゾーンとかあるし、ホメオスタシスとか心理学の用語だからそこは嘘ついてない、うん、そうそう、奥さんが元女優ガールの、うん、別になんか面白いおっさんって感じかな、なんかドレさんに100発ぐらい投げてて俺には1発も投げなくて俺の放送を入り浸ってる人を見ると俺の方が見てんじゃねえのっていう、その流れでドレさんに投げてる人がいるからそれは嫌だよね、ちょっとね、うん、あ、この人でもコビは売らないけど、花火師だって言ってコビ売るんだったらうちのリスナーさんに失礼だから俺はそういうやり方しない、うん、みんな対等に扱う。オウムにはまる人は洗脳されやすいでしょう。まあまあそうだろうね、うん、あと時代がそういう時代だったっていうのは思う。いや知らない、ドレさんどこにお金使って溜め込むタイプでしょう、うん、あとなんだかんだ身なり良くなってるからね、美容室行ったりとか服いいのに変わってるよ。昔のドレさんってどんな服着てたか見せてあげようか、売れる前。あ、寝れなかったんだ。昔のドレさんってこんな感じだよ。服が買えなかったんだから。髪の毛も切れないからこんな髪型だったし、髪の毛を切ることができないからロングヘアだったのね。で、服も買えないから布を羽織ってた。わかる？こうやって布を羽織ってのわかる。だから金は服とか髪型にこうかわいそうだ、石野浩介みたいになってた、うん、服買ってるんでしょ、服を、うん、ミスターポポみたいな。いや、俺は今年の1月2月に発見して、要はドレさんにスパーリングをお願いした時だから、その1ヶ月2ヶ月前に知ってたね。この頃じゃないね。ドレさんキャリア長いから、もう古いの。実はカミングアウトされた、俺10年やってんだよって。布かっこいいよ。なんかその布を買ってそのイエスキリストみたいにこう。いいじゃん、やればいいじゃん。初見さんいらっしゃい、楽しんでて、面白かったらフォローしてください。布いいと思うよ、エスニックファッションみたいになるんじゃないの、うまく着たら。俺も羽織とか着物の羽織あんじゃん、あれ普通に着てたけどいいよ、やっぱ日本人の体に合ってるよ、着物は楽。あ、とんでもないです、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。お役に立って光栄です。ダイソン。ダイソンが布に長く羽織るようになって。ダイソンっていう人がいるの、うん。いや、だからさ、でっかい布を羽織って、こうかけて、で、ここで留めればいいんだよ。ベルトで。そしたら、イエス・キリストみたいになるんだよ。なんかそのカメオのさ、ドラゴンクエストみたいな服になるんだよ。ファイブの主人公みたいな。
女抱きまくってなんじゃなくて、あのちょっかい出してな、可愛い子ちゃん和骨って言って、昔から変わってない。タイソン、タイソンって誰？あ、ユイガに見えた。和道の神美眼。俺はなんか昔からね、服が変ってガキの頃から言われてて、同級生からすごい笑われてて、ジャージ、俺すげえかっこいいと思ったジャージを着たらリスナーに爆笑されたの。着てみる？まだあるかな？それが似合うのは和道しか言えないってすげえ笑われたんだよ。ちょっと持ってくるわ。てくるわ。これとかめちゃめちゃ笑われたんだよね。これ買ってすげえ笑われて、でも和道らしいわっつってあってそんなに変。これめちゃめちゃかっこいいと思ったんだよね。ちょっと太ったからパツパツなんだけど、なんで笑うの、なんで笑うの、これかっこよくない、なんで笑うの。フォローありがとう。いや俺は普通にかっこいいと思ったんだよ。だけどめちゃめちゃ笑われて、これはひどい。だから昔からねファッションセンス独特って言われるんだよ。あともう一個今後ろにやったけど、いや悪くないよね、これよく着てたよね。これもなんか笑われるし、バッグも笑われたでしょ。ステンドグラスって言わないで。あとこれも、これはちょっと分かりづらいかもしれないけど、これもかっこいいジャケットだなと思って買ったら笑われたんだよな。それ着こなせんの和道しかいねえよって言われた。これスウェードの本革のジャケットなんだけど、似合ってる？美容師さんみたい。このジャケットも笑われたね。ちょっと分かりづらいか、ちょっと分かりづらいかもしんないけど、このジャケットも買ったら笑われた、ちょっと暗いから分かりづらいけど、ちょっと独特らしいファッションセンスが。暗くてよくわかんないか、まあいいんだよ服なんか着れればなんでも。いや30年後に合わせるとかないけど、なんかガキの頃から配色がおかしいって言われてた。配色がおかしいっていうのはよく言われてた。なんか なんなのみたいな、これ似合ってる？もう本当はタートルネック好きなんだよね。冬場はタートルネック着たい。ガキの頃からタートルネック好きなんだよ。あとエスニック系の服が多いかな。
まあ、髪型も変だしな。こっちから見ると分かんないけど、こっちが坊主だかんね。ほら、わかる？アシンメトリーなんだよ。こっちが坊主なの。こういう風に見たらわかるか。こっち側だけだとロングに見えるじゃん。ロングっていうかショートヘアか。そう、アシメなんだよね、実は。実用の意味がわかんないんだけど、実用的かどうかってこと。俺普段着なんだけど、これ。なんか独特らしいね。フォトジェニックっていうの。フォトジェニックってなんだろう。フォトジェニック、よく笑われんだよ、葉月ちゃん。花火ありがとう。いや、俺は自分が良ければいいっていう、だから自分の路線で言ってるけど、これがね、気に入ってたんだけど、最近つけてないでしょ。手がかぶれんだよね、皮。これすげえ気に入ってたんだけど、最近つけないようにしてる。だから腕周りもうちょい、左腕いっぱいジャラジャラつけたいんだよね。かぶれるんだよな、これ。これ最近つけてないね。っていうかさ、のんちゃんに服買ったりアクセサリー買ってもつけないの。のんちゃん可愛くて、あの、実は冬に去年コート買って、コートつうか安いのなんだけど、か可愛いの買ったんだけど、一回も着てくんないの。で、なんで着ないのって、そんなにあれって聞いたら、宝物だから着たら破れちゃうって言って、着たらやあれダメになっちゃうからやだっつって、一回も着てくんないの。プレゼントした意味ねえじゃんっていう。実はだからこれものんちゃんにあげてるんだよ。お揃いなんだけど。ポポわざつ。ああそうなんだ、了解。いやよ、了解です。ペストマスク、え、なに、どこで見れんのペストマスクって。 URL ちょうだい、もしくは LINE に写真送って。っていうかだいぶ痩せたな、1週間ダイエットしてだいぶ痩せたな。全然違うでしょ。ツイッター、カオスのツイッター、どこ、ちょっと待って、カオスのツイッターの URL 探すから、待って。カオスペストマスク、ツイッター、これか、あったあった、こっち側でやるよ。あー、俺ね、このカラスの嫌いなんだよ。ダメ俺。ていうかこれ仕上げようかな、ずっと作ってないんだよな、これ。これ完成させたいな、これね、色塗って。まだ型しか取ってない、ペストマスクね、昔から苦手なの、デザインが。ハロウィンまで、俺体今すごいよ、全然違うよ、1週間前と全然違う。めちゃめちゃ痩せた。ダイエットも効果てきめん。びっくりするよ、多分体見たら、うわマジで痩せてんじゃんって。ガンガン絞れてきてる。ただね、うんこが臭いんだよ。革細工工房に持ってきたら革で作ってくれる。あ、そうなの、
いやいやいや、僕の設定ですね。これ自分手作りっすね。前にも作ったんだけど、第2弾だね。どうやって絞った？食事制限。前作ったやつはこれか。あ、これキャプルとバンになるな。ダメだ、ちょっと見せらんねえわ、ごめん。のんちゃんの裸の写真がツイッターに、ツイッターじゃない、インスタはのんちゃんの裸いっぱい上げてるからダメだ。のんちゃんの裸でまたバンになる。宿便が出てんじゃなくてね、あのケトン体って言って、あの臭くなるのよ。どうも。ケトン体は臭くなるの。だから体臭も臭いし、うんこが臭くて嫌なんだよね、今。いやね、体の脂肪を溶かして糖分に変えてんのね、糖分の代わりに。その時に臭いのが出んの、1週間ぐらい。のんちゃんの裸いっぱいあるよ、俺のインスタ。どれさんが困るって言ってたね。和道のインスタ、なんか変な気持ちになるからやめてほしいって言われた。のりこの裸を出すなって。そう、ハートありがとう。のんちゃんスタイルすごくいいのよ。いや、写真撮りたくなるの、のんちゃんの裸。大変だよ。風船ありがとう。ギリギリバンにならないのがこれかな。あ、これバンになるな。うん、バンになっちゃうからダメだな。ごめん、見せらんねえわ。キャプれない。サプリは取ってないよ。そう、ヌードっつうか見せてないけど、その具は映ってないけど、バンにならない基準、いや、ギリギリのあの写真がいっぱいある。意外なのがね、ツイッターのフォロワーは増えるんだけど、みんなフェイスブックやってないんだね。生放送のリスナーとフェイスブックが相性悪いんだよね。うん。フェイスブックのフォロワーが全然増えない。和道インスタで見れるんじゃない？和道が漢字で。平和の輪に道の方で。で、インスタグラムのインスタで多分出てくると思うし。俺のプロフィールページにリンク貼ってあると思うけど。初見さんいらっしゃい。ゆきなめろさんいらっしゃい。リアルガーミン。じゃあ何？俺はリアルじゃないってこと？それがよくわかんないんだけど。うん。Facebook やってないんだ。Facebook はやってないんだ。何？俺とつながったら恥ずかしいみたいな。失礼だろ。失礼だろそれ。フォロー全然増えない。あ、増えた。あ、承認しました、 Facebook。 あ、増えた。ありがとう。Facebook 5000人限定だからね。え、Facebook 送った？え、どれだったんだろう。ちょっとわかんねえな。どれだ。あ、どれだかわかんねえな。うん。あ、これっぽいな。まあいいか。どれがどれだかわかんない。
これはあれか、自転車のアイコン、あ、わかんねえな。わかんねえわ。花火ありがとう。 Facebook1 年書いてない。死んだとか行方不明にされてた。 Facebook ね、一時期ドハマりして、俺 Facebook 流行る前にやってて2000人ぐらい友達いたんだよね。もったいなかったな。 Facebook あの頃超面白かったもんな。流行る前、流行るとダメになるよね。 Twitter は遅かったな。 Twitter より俺 Facebook の方がハマってた。すげえ面白かった。来月からジム通うよ。あと5日か。捨て頃近いかんな。対戦相手誰になんだろう俺。毎月の出費1万はでけえぞ。755知らないな。パクろうとしてんの。睡眠障害だね俺は。だから今日も24時間寝たね久々。うん、睡眠障害持ってるね。だから普通のバイトは無理なんだよね。まあ言い訳って言われちゃうからあんまりあれなんだけど、発達障害とかね、睡眠障害とかね、説明するの難しいんだよ。うん、俺と一緒に寝るとわかるよ、うん、やばいっていうのは。いや本当に起きないから、もう無遊病みたいになるのよ。意識が途切れてるっていうか。ホリエモンが始めたやつなんだ755。睡眠障害結構重たいっすね僕は。もう治んないと思ってる。治す気もない。だから自由業じゃないダメなんだよね。あ、よくね甘えだとか言われるけど、ショートの睡眠か、寝れない方ね、うん、あ、みんな睡眠障害、入眠障害か。俺は入眠障害ない。もうパタッと寝るから起きれない。それは甘えとかもうそういうレベルじゃないんだよ本当に。要はね、脳内麻薬のコントロールが異常に下手なの。どん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 ストレスでおかしくなっていくから、自分に合ってる職業に選んでる。ちょっと待って、ちょっと待って、
知らないかな、知らないかな。セロトニン2が全部だね。もうすげえな。知らない。いやいや知らない、うん、鬱とかも怠けって言われてるけど、あのね、その俺ね、その精神病が甘えっていう論法はあんまり好きじゃないし、それって現代科学の否定だと思ってて、うん、なんつうんだろう、その身体障害、例えば左腕が欠損してました、ありません、でそれはもう目に見えるじゃん。だから左手を使いなさいって言っても意味がないっていうことはわかるわけじゃん。ただその脳がだんだん分かってきて、脳の中に要は左手がない状態だとしたら言わないでしょ。ただ目に見えないから言うっていうだけだと思ってんの、うん、それがねちょっとその差別とまで言わないけど、うん、なんかその何かで補えるっていう発想はあんまり好きじゃないかな、うん、ああそうなんだ、へえ。まあまあ偏見は全然なくなってないけど、鬱は甘えって思わないかな俺は。それは別に自分が障害者だからとかじゃなくて昔からそうなの、あのポジションは変えてないのね、うん、あー誰かがいいこと言ってたな、なんかその要はなんだろう、なんつってたっけな、物差しを要はね、自分の物差しで測れないものを知らないことで、知らないことは敵っていうか、知らないことは嘘って考えるみたいな、なんかいいセリフ文句があって、そう、要はね、自分の知らないことは全部嘘って考えるんだよ人間で、自分の尺度をはみ出したものは嘘なんだよ。だからそれはね、そのなんて言うんだろう、自分の無知をさらけ出してるだけだと思うんだよね。それは結構恥ずかしいことなんだよ。そう、何かは甘えだって考える人いるん、うん、俺は結構そのドレさんがその精神障害に対する間違ったことを広めてるから、俺は結構その件については討論したいぐらいだね。間違った広め方をしてるっていう、うん、そう、要は人間っていうのは自分を肯定した生き物だから、そう、自分を基準に考えるでしょ。いや、そのポジションでちゃんと討論したいし、ディベートはしたいね、いつか、うん、自分が障害者だっていうところのポジションから入ってもいいし、別にそうじゃなくて入ってもいいし、何だろう、鬱は甘えだっていう発言で鬱のリスナーさんがどれだけ傷ついてるかっていうのを分かってない。マウンティングは俺仕掛けないから、ディベートやるとき。だから俺の喧嘩ずつ知ってる人はあの煽りとか一切入れないから、論破する方に持っていくから。
ルさんはする。でもね、議論をしてる時にマウンティング仕掛けたり怒鳴ったりとか要はするのって実は全く意味のないことなんだよ。そのディベートをちゃんとやってる人だったらわかるんだけど、要はね、それってただ優位に立とうとするだけだから、その猿がやることと同じことなんだよ。あ、ケンシロウがうつ病っていうのは俺は本当だと思うね。それは正しい見解だと思うよ。ただじゃあね、ケンシロウはうつ病って一方で言ってて、うつ病は甘えだっていう論法を持ってるってことは矛盾してるんだよ。わかる？わかる？この矛盾。ケンシロウはうつ病だっていうトークと、うつ病に関する自分の主張をした時にうつ病は甘えだっていう論法って間違ってるでしょ。だからその自己矛盾に気づいてない。で、俺はそこはどっから来るのかっていうと、そのうつ病が怖いんだよ、ドレさんは自身で、プーさんは薬中って言ってた。ああ、あの蜂蜜のオーバードーズだね。蜂蜜のオーバードーズだね。あ、それちょっと面白いね。プーさんは薬中ね。うん、それは面白い。初見さんいらっしゃい。なんかあと俺が戦隊ものを見てていつも思うことは、ショッカーとかその悪の組織ってあるじゃん、戦隊ものとか、あの仮面ライダーとかさ、あれってめちゃめちゃ優秀だし、悪の組織がやろうとしてることって、ほら世界征服って、俺ね、なんかその上場企業を見てるみたいなの。なんかショッカーとかすごいじゃん、仲間意識が強いし、あの指揮命令系統統一されてるし、あのちゃんと言うこと聞くし、あれサラリーマンでしょ、ショッカーって。で、まあ主人公になるやつって自分のわがままの勝手な正義感でさ、あのしっちゃかめっちゃかやってるわけですよ。なんかね、その社会で社会人としてショッカーみたいな悪の組織みたいなのと、あれ戦隊も身勝手なやつ、どっちを選ぶかっつったらさ、ショッカーの方がまともだと思うんだよね。で、戦隊もあの5人組みたいなやつらはどうしようもないと思ってんだよね。ゴジラの元々の設定って知ってる？ゴジラって元々何なのかって知ってる？みんな。あのね、みんなね、ゴジラを怪獣映画だと見て思ってるんだけど、あれって間違いなんだよ。怪獣映画ではないの。庵野がシンゴジラ作ってその設定を元に戻したんだけど、初期のコンセプトは、あの原爆で被害に遭った兵士とか市民とかの亡霊なの。ゴジラにミサイル攻撃とか効かないっていう設定っていうのは亡霊だからの、あれお化け物なんだよね。そうだよ。だからそう、日本を破壊していって街をこうバーってやるんだけど、一番最初のゴジラって、あの皇居の前に行って引き返す、バーって街を破壊していくじゃん。で、皇居の前で沈黙をしてそのまま引き返すんだ。だそういうね、戦争被害者の原爆被害だから、ゴジラのボツボツってあれ鱗じゃなくて、あれケロイドなの、やけどなの、原爆で受けた。だからその亡霊って言った方が正しいんだよ、怪獣っていう か。今回はさ、あの戦争じゃなくて東日本大震災の亡霊だよね、あれは。子供に対してはだから俺は教育が間違ってると思うよね。庵野の実写悪くないよ別に、あの予算でよく作ったなって感じがするけど、むしろ新エヴァより良かったよ、まだマシだったよ。
実写何見たっけ、あと式日も見たかな、あんのも末期のうつ病だからな。エヴァの最新版はエヴァじゃないよ。なんだかんだもう10年ぐらい経つんじゃないの、最新版ジョが出てから。何年かかってんだよなジョが出てからもう10年ぐらい経つよね。あれ2007年とかじゃなかったっけ、リメイク。ピンバッジあるけど、エヴァの2015年で20周年でしょ、で10年後に作り始めた。うん、2005年とかのリメイクじゃなかったかな。フォローありがとう。ありがとうございます。でもね、あ、そっかそっか、10年経ってるか、いや、わかった。もう庵野映画は俺が引き継ぐ。俺が庵野の DNA を引き継いで、俺が誰も見たことない映画を撮るよ、任せて。俺が撮るよ。俺に任せろ。一石投じるから、映画監督としてブレイクしてやるよ。映画監督として、
思議な海ナディアいいよね。不思議な海ナディアってあれ原案宮崎駿って知ってた？タマさん気づきました？原案宮崎駿なんですよあれ。切っても切り離せない指定関係がある。意外と知らない人いるんだよね。なあね、ジブリ作品のとあるものと設定がそっくりなんですよ。知らないでしょ。あの宮崎駿が NHK に依頼されて、要は宮崎駿の作品作るってなったので、そのイメージボードとか書いて設定とか作っていってる間に何を言い出したかっていうと、あのこれ面白いからやっぱり俺自分で作るわって言って引っ提げちゃったの、持って帰っちゃったので、イメージボードだけ残ってた。でそれを別の会社が委託して受けて、その孫受けだったのがガイナックスなの。それできたのがナディアなのね。じゃあその幻の原案で持って帰った作品何かっていうと、ラピュタなんですよ。だからブルーウォーターってあの石の話でしょ、あれってあのラピュタですよ。ラピュタラピュタ。だからその女の子がいて飛行機好きの男の子がいてっていう初期設定が宮崎駿っぽいでしょ、まんま。そういえばっていう。だから宮崎駿が自分で作ったのがラピュタで、弟子の庵野がラピュタを作るとああなるっていう面白い対比ができる。すごく似てるでしょ設定が。だからナディアっていうのは庵野版のあのラピュタですよあれは。ちなみにエヴァンゲリオンのエヴァンゲリオンの世界っていうのはナディアの続編って意味合いがあるんだよね、隠れて。版権の関係でできなかったんだけど。だから、あの、ガーゴイルの後にできる組織っていうのがゼーレっていう裏設定がある。だから、あの、新しい方だとブンダーっていうのが出てくるけど、あれノーチラス号だよね。多分ウィキとかに残ってんじゃないの記録。それは岡田斗司夫さんがカミングアウトしてたよ、まあ、ガイナックスの社長、当時社長だったはずだから嘘はないと思うけど。年内無理って言ってる？嘘？マジで？え、なんでなんで？え、なんで？いや、多分大丈夫だと思うけど。マジか、よくわからん。もう昔宮崎駿監督の弟子だったの知ってました。ナディアにそんな意味が、弟子っていうか、まあ弟子なんだけど、あのナディアって続きがあるんですよ。その例えばね、みんなが知ってるナディアって2巻ぐらいなんだよね。ナディアってその3部作の第1部で終わってるの。ナディアってもっと深い作品で、で庵野監督はずっとナディアを作らせろって、特に第2部は俺に作らせろってずっと言ってた人で、作らせてもらえなくて作ったのがエヴァンゲリオンの。だからエヴァンゲリオン何なのかって、巨神兵の設定なんだよねあれ。だからその巨神兵東京に現るみたいな、その映画で庵野監督やったりとか、あとナディアの、ナディアじゃない、ナウシカのあの巨神兵がドロドロ溶けながらビームでオウムを投げ払うシーンが出てくるの、バーンって。でドロ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 溶けて死ぬっていうシーンは作画監督じゃない、作画をやったのが庵野さんで、あれは失敗だったって言ってるね。コマ数の関係であの溶けるのが早すぎたらしいよ、もっとゆっくり溶かしたかったらしい。
それでも巨神兵の末裔かとかいうシーンあるじゃん、投げ払うシーン。あれを書いたのはあの当時学生だったのかな、大阪芸大の。すごいゆかりが深い。もののけ姫の時エヴァンゲリオン興行でぶつけて大バッシング受けたでしょ、業界のご法度だから。だからあの風立ちぬの声優主人公を安野にするっていうのは、あれはもう正式な弟子認定だよね、後継者認定だよ。あれはもう俺の後継ぎはこいつだっていう正式な認定。いやアニメ好きや、エヴァンゲリオン大好きなの俺、宮崎駿も大好きだし。アニメ映画大好きだもん。はいはい、かわいい子からお帰り。かわいい子見つけたの。見つけちゃった。なるほど。かわいいは正義。何知識って読むんだろう。ドレさんいるよ、やってるよ。今放送中でしょ。うん。あ、にわか知識って読むんだ。アニメは深読みしたりすると面白いっすよ。クリエイターがその隠れた意図を作っていくから、あ、そこだけが面白いわけじゃないけど、なんかそのクリエイターであればあるほどそのキャラクターに意味合いを持たせるから、ああそうだったんだ、うん、例えばそのエヴァンゲリオンって明らかにそのおかしい部分
ていうのがいっぱいあって、あのなんで言動が碇くんに冷たいのかっていうのをさ、意味がわからないって言ってる人多いんだけど、あのシンジ君の本当のお父さんって冬月だってちゃんと言ってるんだよ。メッセージっていうか、そのエヴァンゲリオンの設定の中に入ってるんだけど、だけどそれを読み解けない人が多いから、だからなんでその言動嫌なやつで終わっちゃう、なんでその言動がお母さんに会いたがってるのかとか、なんで冬月が部下なのかとかをちゃんと設定を読み解けば見えるはずなのに、そこを見ようとしないんだよね。明らかにあれは親父が冬月でしょ。それがわからない人が多いんだよね。なんでわからないのかが俺はわからない。その普通に見てたらわかることなのに。わかんない。わかんなかった。そうそう、言動とか言葉とかセリフとか、あとはシーンだよね。シーンでも明確にそのまあ分かりづらくは書いてるんだけど、アスカに射精する性癖、あれは違う性癖っていうよりも、これからこの映画で見せる内容は全部僕は赤裸々に語りますっていうメッセージの、でもこれは僕のオナニーですっていう観客に対するメッセージ、メタファー。例えばその映画とか古典的に使われるシーンの中で、その家族のシーン、回想シーンっていうのはよく使われるんだよ。家族3人で並ぶ。で、エヴァンゲリオンの中でその出てくるシーンって、出てくるシーンってさ、どれだろう。回想シーン、回想シーンって冬月とユイと子供のあのユイなんだよ。あ、子供のシンジ君なんだよ。あれ明らかに言動じゃないとおかしいシーンなんだよね。シンジ君の過去を遡ってるシーンなのに、そうあれでもう分かるはずなんだけど、うん、あれはそういう意味でしょ。だからそのクリエイターの意図っていうのはなかなか伝わらなかったりするから、その案の側の目線で見るとよくわかるよね。その作ってる側の目線に立つとよくわかる。例えばさ、新エヴァンゲリオンの明確に出てんのがこのシーンあるでしょ。この君のお母さんだっていう、ユイと子供のシンジと出てくるこの写真を、言動はさ、なんて言ったかっていうと、墓の前でもう全て燃やしたって言ってるの。だからユイに対する恨みを描写してんの。もう何も残ってない、この墓も飾りだ、彼女のものは写真一つすら残ってないっていうセリフがある。でこれはユイのことを恨んでるっていうメタファーの暗喩なのね。じゃあ今度冬月が君のお母さんの写真だって言って、冬月が持ってるっていうのは、これは冬月が碇ユイと恋仲にあったことを意味してんの。言ってる意味わかる？言ってる意味わかる？で今度要は冬、まずここでわかるのは、冬月がお母さんに恋心を持ってるから、まだ若かった頃の写真を持ってるね。で今度お父さんが今度はキャッチボールとかそういうシーンでよく描かれるんだけど、親子の対話っていうのを描くシーンがあるんだけど、あの冬月とシンジ君が将棋をやるっていうシーンでそれが表される。その時に写真が出てくるでしょ。で他にもいっぱい伏線があって、なんであの大学教授だった冬月が、要は言動は教え子だったわけじゃん、なんで立場が逆になってるのかっていうと、要はそのユイ君と浮気してできた子供だからじゃん。わかる？だから立場的に、でそのエヴァの旧作の最後のシーンでさ、君も会えたかユイ君につって、最後碇に問いかけて死ぬでしょ。でこれ何を意味してるかっていうと、なんでユイに会いたがってるのかって簡単なんだよ。シンジが自分の子供か疑心暗鬼だから、碇言動が、だからユイを呼び戻そうっていう話なの。
だからその言動が言動の最終目的っていうのは優位に会うことだ。でそうするとなんでその真珠君に対してその冷たいのかとか全部つながるんだよ。ちゃんとその全部の伏線の疑問が全部つながるようにできてるし、でそれは真珠君は分かってないんだよ。作中の中でなんでお父さんは僕のことを愛してくれないんだっていう作品だから、言動には愛せない理由がある。息子の設定っていうか息子は息子なの、法的には息子なんだ。だけどユイが途中で死んじゃうから死んだ後に発覚するっていうことね。だから言動の罪滅ぼしなんだ。言動がそのそうそうシンプルに考えると分かる。だから真珠くんが年を取った時の漫画の描写で冬月に顔が似るか言動に顔が似るか見比べてみるといいよ。真珠くんが年を取った時明らかに冬月の顔の作りになるようにキャラ設定されてるでしょ。よく見ると言動と骨格が違うんだ。冬月の方に似せて作られてるよね。その方がしっくりくるようにできてる。なんで冬月と言動の立場逆転してんの。だから後ろめたさがあるからでしょ。要はユイと怒り言動っていうのはくっついてるから、で結婚もしてるのも知ってるのよ。そうだからあのセリフユイとの回想シーン出てくる、あのすまないもうあんなことはしないから安心してくれって、それはその冬月がパコってるっていうのをあのちゃんとセリフの中に入れてるんだよ。わかる？多分。だからそのさりげなく意味がわからないセリフの中に全部入ってる。半ば強引？そう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 。要はね、そのなんつうんだろう。情報を抜くことによってそうなんだか分からなくさせるっていう手法なんだよこれは。リテラシーのない人は分からないようにできてる。遺伝子検査してるっていうよりもだからじゃあ誰とすんのよ。ユイ死んでるんだから、うん、そうそうすごくシンプル。昼ドラだよ。だからだからね、簡単に言ったらそのエヴァンゲリオンもそうなんだけど意味のないキャラクターはいないっていうのがその作品を作る人の基本なのよ。なんだかわからないキャラクターって作らないはずの。みんなが何か物語を書くときイメージしたらわかるんだけど冬月ってキャラクターが定まってないでしょ。何のキャラかわかんないでしょ。だって別に言動が一人でも成立するキャラじゃん。だからあそこには冬月には絶対その重要な最後まで生き残るキャラクターだからその重要なんだよ。意味がある、出てくるキャラクターには意味があるって考えた方がいい。
そう、何かしらのいいとこある。だから自分の罪滅ぼしだとかよく言ってるでしょ、冬月って。セリフの中に何かその罪滅ぼしがどうのこうのとかよく言ってるんだよ。だから何かしらの罪を負ってるんだよ。その言動も冬月もそのなんつうの、そこは確信はないまま進んでいくんでしょう多分。エヴァ面白いよ、旧作が面白い、新作はいい、見なくて。エヴァンゲリオン面白いですよ、やっぱり。やっぱあとエヴァのその世界観知るのに、その魂と肉体のこととかも考えるとすごく面白くなるし、綾波レイっていうのはその第二使徒のコピーなのね。第二使徒のコピーじゃない、お母さんの肉体がコピーで、で第二使徒の魂が入ってるの。色白で赤い目をしたアルビノ設定のキャラはあの人だよね、うん、まあえグロいっちゃグロいよね、えぐいよね、うん、シンジ君は最後まで救われなかったからね、旧作だとブワッつって。庵野さんの映画の作り方はすごく後半になるとシンプルになっていってさ、あのいらなくなったキャラクターと役割が終わったキャラクターを殺すっていう表現を使うの。だから殺しちゃうんだよ、世界からどんどん消していくの。だから最初人数バッて出るんだけど、あの普通はさ仲間になったりとかつながって増えていくパターンが多いのよ。でその全員で何かをするっていう作風が多いんだけど、エヴァって最初にバッて全員出して序盤でもうかなり最初の方に濃密に出しちゃうの。でそっから減らしていくんだよね、ベルディで このシーンがこのシーンね、俺が言ってるシーンはこのシーンがその母親が初めてアニメに出てくる重要なシーンなのに、お父さんお母さんってほら3人親子の対立、親子の関係性を出すシーンで言動がいないでしょ、うん、
これ旧作なんだけど、シンジ君が子供の頃、要はシンジ君の記憶がないんだけど、これこの人とお父さんこの関係ですよっていうのをここでちゃんと表現してるんだよ。普通ここ言動なんだよ、ドラマとかだと。でしょ、要はね、違和感のあるシーンにはメッセージ込められてる。でしょ、だってこれシンジ君の知らないそのお父さんとかの時代の話だから、その時に出てるでしょ。この時のセリフ聞いたらわかるよ。見てごらん。うん。冬月が重要キャラクターの後半明かされる。はずきちゃんプレゼントありがとう、花火ありがとうね。浅はかだったっていうかね、変なシーンが出てきたら疑った方がいいっていうのが俺のアニメの見方かな。このシーン、違和感を覚えるシーンっていっぱいあるはずなの、エヴァンゲリオン見てて。え？っていう。そこにはメッセージ込められてるよ、すごく。なんだろう、普通の人が気づきづらいの。うん、トモさんありがとう、風船。例えばその旧作の最後でなんでアスカが選ばれたのかっていうのがよくわかんないでしょ。ずっと綾波レイと精神世界で対話を続けて、そのシンジ君は一回世界を壊すわけじゃん、で再生するわけじゃん、でアダムとイブになる話なのね。簡単に言うと、あのオープニングでさ、少年よ神話になれっていうでしょ、あれ歌でも終わってるの。歌で全部説明してて、エヴァンゲリオンって福音って意味だから聖書のことを指すのね。で、あのエヴァンゲリオンって福音書のことは聖書でしょ、で新しい聖書って意味なの、あれはエヴァンゲリオン自体が。で、新しいアダムとイブになる話なのね。で、そう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 。で、なんで選ばれたのかっていうと、シンジ君は本当はレイを召喚したかったの。イブにしたかったの。だけど、最後殺すのはアスカだったから。で、アスカはシンジ君の子供を身ごもったからな。だから包帯を巻いたレイのイメージで召喚される。だから殺そうとするんだ、最後。気持ち悪い。歌の中にそのもう全部意味合い含めちゃうっていうのは、あの宮崎駿もそうだよね。そう、新世紀のエヴァンゲリオン、新しい要は20世紀の聖書だよっていう。だからあの実は最初からネタバレしてたって気持ちはいいね。あ、だからもう最初から明確に言ってるよね。
だからあのあれだよ、白人にあんま受けなかったんだよ、エヴァンゲリオンって。タイトルがもうご法度だから。東洋人に受けたでしょ。あ、でもエヴァの面白さはそういう設定の複雑さじゃないと思ってて、あの設定が複雑っていうか、設定裏設定みたいなものを隠してるの。要は説明口調になりすぎてんだよ今の映画って。要はその凡人がエヴァンゲリオンの原案をその普通に見せちゃうと、例えばゲンドウとか冬月とのその会話とか、イカリ君の会話の中に、例えば親友とかが、お前の親父本当は違うんじゃねえのかとか言わせるんだよ。わかる？僕のお父さんは本当は父さんじゃないんだとか言わせるの。だから普通の現実世界で起こらないセリフを主人公に言わせるのね。日本の映画とかドラマとかそんなんばっかりでしょ。君は本当に好きな人がいるはずだよみたいな言わ、不自然なセリフが出てくるんだよ。でもそうじゃなくて、徹底的にそのリアリティを追求して情報を省いていくからそうなるっていう。第三新東京都市の3も三味一体とかけてんだろうか。もともとその東京がそのセカンドインパクトで沈んで、で第二東京がどうだったかな。だから今でいう箱根とかあの辺でしょ、第三新東京の3って。ただ123の設定だよそれ。セカンドインパクトで東京が沈んで第二東京が仮設されて、で移転していくっていうだけだね設定は。うん。もうちょいお話したいですか。あと1時間ちょいで起床なので、またクラウさんまたまたぜひ来てください。うん、今の箱根とかじゃなかった、あの辺だよねエヴァの設定確か。ハートありがとう、あーちゃん。でも南極に巨大な穴出てきたの知ってる？みんな今ちょっとニュースで騒いでるけど、南極に北海道ぐらいの穴が見つかったんだよ。ワクワクするよね。出てくるかもよ何かが。いや、でかいよね。南極穴。今調査してるでしょ。また来てね。お仕事行ってらっしゃい。頑張ってください。ポリニアって呼ばれてんだって。地底人どうなんだろうな。だからその宇宙のことよりも海とか海、
チカのこと全然分かってないんだよね。うん、とてもね、人がいる、人っつうかね、生物がいるような環境なのか分かんないけど、うん、面白い、ワクワクするよね。あと沖縄のさ、海の近くにさ、あの海底に建造物あるじゃん、古代遺跡。あれもなんだか気になるよね。あれは絶対人間が作ったものでしょ。あからさまじゃん。だから俺らが本当に歴史で教わってることは本当なのかっていう、うん、マンモス？あ、マンモス見たいか。ただの象でしょ。地球の中ね、人間がなぜ人間なのかもよく分かってないしな。沖縄の海やつが人工物だとしたらエジプトより時代が遡る文明。あ、そうなんだ。まあでもほら、エジプトは聖書の中に出てくるじゃん。要はもうユダヤ人が奴隷の時に作ったとかさ、もう要は大体わかってるわけじゃん。そう、2,000〜3,000年の歴史の中で書物が残ってるから。だけどその人間のその歴史って、要は記録が残ってる 2,000〜3,000年とかでしょ。興味はあるよね。その前に人類、知的生命体がいなかったかって言ったら、俺そんなことないと思ってて、うん、あとね、俺はね、恐竜と人間が一緒の時代あると思う。なんでかっていうと、竜っていう言葉とか概念とかっていうのが昔からあるわけでしょ。恐竜とね、人間はね、実は一緒の時代過ごしてんじゃねえかっていう。自分が自分で見るまではシュレディンガーの猫。なんかそのシュレディンガーの猫問題っていうことをよく言うんだけど、なんかシュレディンガーの猫って正しく使われてるのかっていう問題があるよ。そのシュレディンガーの猫をさ、間違って伝えてる、間違って解釈してる人多くない？そのシュレディンガーの猫が何を言いたいのかっていう、もう間違って解釈してる人多いなっていうのすごい思う。あのスリット実験とかもそうなんだけど、二重スリット実験だっけ。あの例えばシュレディンガーの猫ってさ、蓋を開けてみるまでは結果はわからないっていう、その例えで使われるんだけど、本当にその物理学が言いたいこと、俺の解釈だよ勝手な。あの要は猫が死んでると生きてるっていう2つの可能性を数学上とか物理の状況だと生まれてしまいますよっていう意味合いの矛盾を話す時の引用だと思ってんの俺は。言ってる意味わかる？現実では起こらない、死んでると生きてるが確率論で2分の1が出ちゃうと。だから数学上だと半分生きてる半分死んでる、現実世界だと死んでるか生きてるしかないのに、数学上、数式上だと現れちゃうっていう、その数式的矛盾みたいな使い方が正しい。シュレディンガーの猫っていうのは簡単に言うと、その箱の中で確率2分の1で死ぬと。だけど箱を開けるまでは、本来人間だったら箱を開けるじゃん、そしたら死んでるか生きてるか2分の1で分かると、そういう装置を作るの。だけど箱を閉じてる状態っていうのは、数学的に言うと生きてると死んでるが確率半々だから、生きてるとも死んでるとも言える話なわけじゃん。で今カオスっていうのは、そう、蓋を開けてみるまで分からないっていう引用の仕方をして、シュレディンガーの猫状態って言ったんだけど、
本来はそのシュレディンガーの猫って何が言いたいかっていうと、現実では起こらない箱を開けるまでは半分生きてて半分死んでるわけのわかんない現象が数学的には起きちゃってるの。だけどそれは数学の宇宙の中でしか起こらないことでしょっていう、その面白い、なんつうんだろう、数学にはこういう欠点があるっていうか、その現実世界では起こらないようなことがありますよっていう例えだと俺は思ってるんだよね。そうそうそう、生きてるのに死んでるのが重なってる状態なんだけど、その要は数学の欠点であったりとか、その数学の性質そのものを、数学というか物理学とかそういうものか、そういうなんつうんだろう、もう揶揄して言ってるっていうか、そういうことだと思ってるんだけどな。わかんないよ、俺の勝手な解釈だから。二重スリットのハモント粒子の話と共通点ある。だからあれってさ、そのなんて言うんだろう、よくその物理学とかをちゃんと専攻してる人が言うには、数学とかをちゃんと極めたりとかしていけば理解できるんだけど、その言語の方が説明が不可能だっていうところで文系が面白がってるだけだっていうことをよく言うよね。要は数式をちゃんと極めていくとそんなに難しいロジックじゃないんだって。 だけどそのさっきのシュレディンガーの猫と同じで、数学的には説明簡単なことを文系の人が間違って広めちゃってる、間違って解釈してる、文に起こすと説明ができないんだって、うん、その量子論とかいっぱい相対性、例えばその光の速度が光まで近づいていくと、高速まで近づけば近づくほど時間がどうのこうの遅くなると、で高速まで近づくとゼロになると、でそこから先行くとマイナスになるんじゃないかって。だけどその数学者とかはそれを言葉で伝えると、ゼロから高速よりも早く行くと、半分の確率で、時間が逆流するっていうのは数学的に、言葉で言うとそうなんだけど、数学的にはそういう意味合いじゃないらしいよね。その数学宇宙で起こることだから、タイムマシンってものは理論上絶対できない。だけど数学的にはそういうことが起こるっていう、それを間違って文系が広めて、そういう文化が SF なんだっていうことを説明してて、まあ、それは読んでて面白かったね。うん、空間が歪むとかの意味も分かってないでしょって。その言葉で説明すると空間が歪んだりするとか、そのいろんな説明があると、いろんな科学の。だけどあれはそのなんていうんだ、数学者からすると座標の問題の話なんだって。座標とか表に起こすとそういう風になるっていう仮説のものじゃん、方法論、宇宙を測る。それを文系が面白いよね、こういうのって。うん、俺はそれを体感でよく話すんだけど、その体感の話、うん、みんなが思ってるような時間は存在しないって言ってるんだけど、そう、運動を指してるから、うん、だからその言葉で説明するの、それ言語スリットとか言うんだけど、そのああじゃあ言語について語ろうか。言葉ってそもそも何なのかっていう、ちょっとトイレ行ってくるけど、言葉そのものの言語には矛盾があるっていう。
そもそも人間の脳が世界を測るときに、その二元論で考えることってよくあるんだよ。で、その具体的か抽象的かって言って、で、言語ってその曖昧でしょ。すごく例えば情報量が増えれば増えるほどどうなるか、抽象的になるか具体的になるか分かる。言語の量を増やせば増やすほど具体的になる、抽象的になる。具体的になる。例えば今から言うね、飲み物、飲み物、これって抽象的なの。水、コーヒー、お茶、もう全て飲めるものを全部を指すから無限に情報が出てきちゃうの。で、今度タリーズのコーヒーっていう飲み物、タリーズコーヒーって、だから Google で検索するときにサブワード、サードワード、フォースワード、セカンドワードってどんどん、フィフスワードかってやると情報が限定するぞ。例えば飲み物って検索しちゃうと全ての飲み物が検索されちゃう。飲み物、コーヒー、ブラジル産って言語を増やしていけばいくほど具体的な情報量になっていくの。わかる？そこまで理解できる？言語が少なければ少ないほど、例えばこれを完璧に説明しようと思ったら無限にどんどん情報量を増やさないといけない。2017年10月25日、4月5日の、に和道の放送で映ってるタリーズのコーヒーって言ったらこれしかないわけよ。わかる？っていう風に文字情報って説明長くなれば長くなるほど具体的になってくの。で、短くなれば短くなるほどどうとでも捉えるようにできてるの。ここまでついていける？抽象性、具体性の話なんだけど、わかる？で、その、理解できる？例えば人間つっても世界中の今まで言った人物全部のミクロまで言語を掘り下げれば動画字になる。で、その増やせばやってくる。でも数学ってさ、有限と無限で考えるんだよ。その具体性、具体的、なんか存在するか存在しないかで考えるわけじゃん。二つで考えると、二元論で考える、ディスクリートマス01の世界、コンピューターとかはその原理で働いてるんだけど、要は電源が切れてる状態と電源がついてる状態の二つの計算式で全部を作ってる世界でしょ、俺らが使ってるコンピューターの世界とかって。で、何の話をしちゃうんだっけ、言語。だから言葉自体を説明が短くすると抽象世界になっちゃうの。でも数学っていうのはその超具体的にやるの。言ってる意味わかる？数式って第6の感覚とか、その次の言語だって言われてる。例えば簡単に言うと、中国人に川っていう風に説明したとすんじゃん。川で、日本人は川っつったらさ、いろんな川があるけど、中国人の川ってすごくでかい川を想像するじゃん。例えば中国人と話する時、水の会話をした時も、日本人水道水でもいいや、日本人が持つ水道水と中国人がイメージするその水道水って、まず早期イメージって言うんだけど、同じワードだとしてもイメージするものが違うの。これわかる？川だったら向こうの人たちはとんでもなくでっかい川、海みたいな川を想像するのよ。だけどそこで生まれたのが数学なんだよ。要は何リットルとか横幅何メートルとか超具体的なのわかる？これ世界共通言語だし、宇宙人とも会話ができるって言われてるのはそこなの。数学者が宇宙と会話するとかよく言うでしょ。なんか宗教的な帯びてくるの。それはそのなんて言うんだろう、言語なんだけど、言語、次の言語、言語を超えた超具体的な世界だからなんだよね。
だからその全どんな人間とも共通で話せるのが数学の。解釈の余地がないんだよ。だから数学世界のその文章を読んでる時に文系が誤解するのはそこらしいよ。コメントがピタッと止まったな。古代見物が数学的に作られてるっていうのはどういうこと？要は人間が美しいと思うものは比率があるんだよ。もう黄金比とかがそうじゃん。そのなんつうの、世界の矛盾のない、例えば俺パイとかってすごいと思ってて、パイってさ、円周率のパイっていう数字あるじゃん。あれってそのすごい俺は鍵になってると思ってんの。円って世界で一番美しいって言われてるけど割り切れない数字じゃん。で例えば 3.1415、3.1415125063 とかずーっと永遠に続いていくのよ。永遠に無限に続いていくの。 3.1415 52かな、まあ分かんないけど無限に続いていくの、数式の羅列が。ここまで理解できるじゃん。でもこの中に例えばカオスの生年月日って言った時に1900何十何年何月何日っていう数字の8桁の羅列ができるわけよ。これがパイに必ず含まれてるんだよ。言ってる意味わかる？どっかに全てのデータが入ってるの。すごくない？俺だったら1985年0521でしょ、5月の21、1985-0521っていうのがパイの中に絶対含まれてんだよ。どこにあるかは分かんないよ。こう無限に続く数式の羅列の中に全情報が入ってんの。やばくない？そう考えるとそのパイとかそういうものって世界の鍵になってたりするんじゃないかって。よく考えると恐ろしいでしょ。だからその全ての情報が詰まってるわけよ、無限情報っていうことは。現在も計算っていうか無限に続くことだけ分かってるわけじゃん。だから世界中に起こる全ての数式の羅列情報が π の中には詰まってるはずの、理論上。どこにあるかは分かんないよ。前半にあるか後半にあるか分かんないけど。だからそういう素数の話とかもすげえ面白いの。素数階段とか、いやあとゼロの概念とかもすごく面白くて、量子コンピューターでも計算が追いつかないんじゃなくて無限だからいつまでやってもずっと計算が続くだけなの。無限なの。だから終わらないだけ、どんだけ早くしても情報量が膨大になるだけなんだよ。終わらないことは分かってるから。追いつかないんじゃなくてその無限なだけ。俺らが持ってる宇宙全ての情報が詰まってると言ってもおかしくない。パイの円の中には円周率っていうのはそこにはある。あとね、そのゼロを生み出す発見ってよくわかんないでしょ。ゼロのものって世の中に存在しないってわかる？言ってる意味わかるかな？存在しないものを存在させてるんだよ、まず。まあ素数はすごいよね。うん、ゼロの話にするんだけど、ゼロのものって見たことある人いる？で、見たことも聞いたことも感じたこともないのものを数式に起こしてるの。そう。だけどもっとシンプルに考えてほしいの。ゼロって存在しないものなの。マイナスはみんな知ってるはずなの。あったものが消えるとか、マイナスは理屈がつくんだよ。だからゼロを生み出すってすごい発想力なんだよ。なんでかって言ったらないものだから、もともとないっていう概念だから。
ないものを想像するって難しいでしょ。消えたものはマイナスね、マイナス1とか減ったって考える。元からないっていう考え方。ないものってないんだよ。そう、引き算足し算は分かりやすいじゃん。マイナス1っていうそのものも想像はできる。マイナスが生まれるのは、自然発生するのは俺想像できるんだよ。ゼロを考えたやつっていうのはよっぽど天才だったかっていう、うん、俺の財布の中身はゼロじゃないんだよ。プラスかマイナスかなんだよ。うん、もともとないもの、だから元あって1万円入ってたのが減ってゼロになるっていうんじゃなくて、それはマイナス1万円とかプラス何万円って考えるけど、だからそのなんつうんだろうな、もっと根底的な問題まで遡って、それを有限化したのが面白い。ゼロって存在しないのに数学上存在するもの、さっきからずっと言ってるじゃん、シュレディンガーの猫とか。存在しないのに存在するもの、それはゼロだよね。だって俺らはゼロって認識ができてるから。だからゼロはないものとして認識してんの。言ってる意味わかる？いやよ、了解、ありがとう。だから本当のゼロはないはずじゃん。言ってる意味わかる？でもゼロって言葉もできちゃってるし、ゼロって概念があると思ってるから。そう、ゼロの中には本当の無、ゼロを体感できるかどうかってすごい重要なんだよね。だからまさに仏教とか宗教の世界に入っていくよ。だからその空間が歪むってさ、表にした時に重力が重たいも質量の大きいものがあると、空間が歪むから引力が発生してその回転が起こるっていう風に説明原理でやってるわけじゃん。なんでそのね、なんかの周りをぐるぐる回ってるのかっていう、それはその座標をこうやってやった時、空間ギュッて歪むからその歪んだ部分を回ってるんだっていう。面白いよ、数学者の本とかすげえ面白い。で、さっき今度話元に戻る素数っていうのがめちゃめちゃ面白いの。素数のドキュメンタリーとか見てみ、めちゃくちゃすごいから。その素数ってあるじゃん。で、素数にはなんかヒントがあるっていう天才的な人が、素数には宇宙解き明かす何かがあるんじゃねえかっていう勘で天才数学者が行くんだけど、みんな取りかかるんだけど、あの全員そう人生ボロボロになるで、最近分かってきたのが、もうみんなボロボロになるっていう天才たちが素数に挑むんだけど、ある時物理学者がその核の動きとその素数の動きが似てるって言って、数学者なんかぶつかって書類がばらけて、あれってこれ何、物理学の研究してんのっつって、いや違う素数だよっつったら、あれこれすごい似てるんだけどっつって、その何百年前か考えてたのと現代最先端の物理が融合し始めてんの最近で、その素数が分かるとその宇宙のからくりが分かるんじゃないかって言われてんの。でもその素数に取り掛かる数学者はもうすごい人生ボロボロにしてんのみんな面白いよ素数。ロマンだよね。
だから一般相対性理論とかってあの GPS に今使われてるらしいよね。そのあの早く動いてるものとの時間の差を計算に入れないと GPS がずれちゃうんだよね。だからその発明されても実用化されるの数百年後とかじゃん。だ衛星に、ま、回ってるさ宇宙上で素早く動いてるわけじゃん。そのスピードとこっち側の端末の誤差っていうのが現れるから、いやすごいよね。うん、頭発狂するんだろうね多分。とんでもない天才が全てをひっくり返しちゃうんでしょ、根底から。何もかもひっくり返すやつが現れる。のんちゃん14個風船ありがとう。4時間も喋ると頭おかしくなるな。 GPS はね軍事用にわざとずらしてるね。もともと軍が使ってる方が正確なんだよ。ずらさないとあの正確には出せるんだって。だけどあの普通の一般人が兵器作れちゃうからだからわざとずらしてる。軍事的な理由、もっと精密。一般人が Google とか使ってピンポイント爆撃できちゃうからね、ドローンとか。あと半間裕次郎が、時速、何キロかで走ると GPS はずれる世界中の衛星が監視してるから、車走ってたまに海の中とか走っちゃうときは半間裕次郎が動き出したときで。ウェアが使ってるテクノロジーとかってやっぱその軍で開発されたもののお下がりだからね。インターネットもそうだし、戦争始まったらずれるだろうね。あの兵器とかにどんどん使うから、そりゃそうでしょ。ネットとかも重くなると思うよ。でも俺本当に怖いなと思ったのこの前の Google の誤作動だよね。だって Google がちょっとプログラムミスを起こしただけで世界中のインフラが止まったんだよ。あれ怖いよね。だってあれでしょ、スイカとかパスモとかも誤作動起こしたんでしょ。 Google がちょっといたずらしただけで世界の世界の公共機関とかも全部バグっちゃうんだよ。あれはもう Google が要はね、やばい会社になってるっていうのを証明しちゃったよね。やろうと思えば世界征服できるっていうことを証明しちゃったんだもん。あれは社会実験だろうね多分。 Google がやった、すげーっていう。Google のサーバーとかすごいんだろうな。わざとやったよね、絶対社会実験だよねあれ。賠償とかもしようがないしね。俺もわざとやったと思ってる。いやネットがもうすげえ繋がらなくて騒ぎまくってた時があったの、本当にひどくて。でなんどうなってんだどうなってんだって騒いで、そしたら Google が発表した、そうあのプログラムミスだったって。でもうパスモとかも使えないエリアとかも出たし、いやもうネットがつながってる全ての環境に影響を及ぼしたっていう事件。いつぐらいだろう、最近だよね、数ヶ月前だと思うよ。あのとんでもない事件だって、世界的にそれが起こったので日本でも何が原因か特定できないってなって Google が発表するまで。
調べると出るよ。ネットが繋がらない、そう、Google の事件。とんでもない騒ぎになってたから。じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠行きます。お疲れっすー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。